全国の天体写真ファンの皆様、新年明けましておめでとうございます。2015年、平成27年1月1日、本年度もどうぞよろしくお願いいたします。昨年度に引き続き、天体写真の楽しみを語っていくトークを皆様にお届けしたいと思っております。皆様、そして皆様の愛しいご家族、 のご健康と長寿を祈願しまして今後も天体写真会をより良いものに発展させてまいりたいと思っております皆様との今後のねより一層の有意義な交流深い交流を期待しまして本年度も頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたしますさてそれでは本年度の初トーク 進めていきたいと思います。えまずは、えー、龍之介さん明けましておめでとうございます。ましておめでとうありがとうございます。はい、はい、あ噛んでますね。いやいいですよ。<laughs> はい、神、ね、々トークです。そうそうね,ね。はい、本年度もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。そして、えー、本日二回目となる多田吉さん新年明けましておめでとうございます。 あけましておめでとうございます噛みませんでしたね本年度もどうぞよろしくお願いいたします<笑><笑>こちらこそぜひよろしくお願いいたしますうん <laughs> すごいですね噛みませんねはい。えー、さてでは、えー、進めていきましょうかねはいはい、はい えなんか進めてくださいよ。酒は飲みましたか？酒飲んでないです。もう私は飲んでないの？うん。シラフですよ。本当？絶対嘘です。そですね。新年早々のね。で1.3ガけぐらいのねスピードになるからね。いや大丈夫です。僕はねちょっとね今日抑え気味に行きます。もう新年なんでね。うん。まあ僕はまあビール一本ぐらいなんで。あ本当ですか？タダヤさんは飲んでないんですか？私下痢なんで全然飲めない。あそうなんだ。ああそうですか。そういう時はいいんでしょうねきっとね。なるほど。僕でもほもう。 8割9割ぐらいはいつもね酒飲んだとやってますからねこれうん今までの本当に大体飲んでますね夜のね酒の力を借りてるということですね借りてるわけじゃないんだけどなるほどあんまり変わんないですんいいですねいや今年はねいい年にしていきましょうねん。もう天体写真のねえまあフェイスブックですよね今ねフェイスブックが暑いと 天うん天才天の彩るあだめだやべえ噛んじゃった天を彩る彩る天才ですね天才ですねサイドのイですねそうですねうんまあそのサイドのイっていうのはちょっと画像処理にも通じるところがあるわけですよねい。そんなネーミングでね今こうまあ昨年末から展開してますよ さっきも一人申請されたんで早くも100人超えですね。いいですね。さらにしかたってないですもんね。2週間経ってないですか経ってないですねまだね。なるほど。そう素晴らしいですね。数だけじゃなくてね。内容も結構ね。充実。活発ですね。活発ですね。うん そうそうそういや本当にねこう皆様の熱い声報告ねえ成果いろんなものが上がってきますねしさんはいうんうんそういやいやいやもうね今年はねただしさんも結構ね画像処理のね初心者の方とか絵のアドバイスとかねそうですそうですそういうのね よくやってくれていてすごい助かってますね僕らもね。本当に助かってますね。天文的なことがわからないんで。いや,いやそんなことないじゃないですか。<laughs> 結構的確なアドバイスね。うん的確なアドバイスですよ。うん、うんうんうん、いやいやもうね今年は天文人口を倍増したいっていうねうん <laughs> そういう思いがあるわけですよ私はねうん今まあねまあ言ってみればそのあのまあ天才 天才というのはまあ100名、まあ、大体まあ大ざっに100名だとしたら、うん、えこれをベンチマークにしてですね、まあ、1月1日のこのトークでです、ね、ああえしゃべり染めで100名という、ねうん、えところで、うん、ここを、まあ、倍っていったら200名はね、まあ、今ほら潜在的にまだね、えー、参加、まあ、認知していない方いらっしゃると、うん、そこをもうまあ底上げというかこう増やしていくというところを目標にしていきたい。

ったものをこう、ね、足掛かりに、ね、ええ、もっと若い人とかも入ってくれると嬉うしいんですけどね嬉しいですやこの間の、ね、大阪の「府会」でもね、うん、いやでもそういうなんていうのかな、あのー、感じましたよな流れというか、うんうん、やっぱりそういう若い人はね、うん、やっぱこうやって入っ、ね、やろうと興味を持って。うんうん ね、そうでしたね若い方々がね、うん、湧き上がってるというかこういううん、うん、やっぱりそういうのあるんですねありますねそういうところ、うん、逃しちゃメですね、うん、そう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 ,うん結局ねやっぱね僕は悟りましたよ去年の秋ごろかな龍之介さんとの星空トークの中でやっぱこう湧き上がってくるとうん、うん、ね、うん、それをちょっとずつこうね拾っていきたいなっていうね,、うん、うねやっぱほらスキルの高い趣味じゃないですか まあまあね、寅さん。そうだと思いますね。難しいですよね。本当に、うん、もう出だしから最後まで。うん、いろんな迷いがある。いろんな落とし穴がある。うん、そこをね、やっぱり、こう、まあ、みんなでね。迷いながら、悩みながら、うん、こうアドバイスしもってね。うん、というところですね。まあ、その、難しいからこそね。うん。三万円の、ちゃんと取れた時の。そう、感はすごいですよね。すごいよね。 それが何回もあるんですよねたくさんハードルがあるから一回一回全部ね嬉しいんですよねまずねオートガイドというか星が止まって映ったとかそれだけでまず嬉しいじゃないですか最初ねうんありますね全然今でも僕だってもう次から次へとこうね達成感というかハードルがやっぱり現れるんでね ちゃんとその様子もねあららぎで収録しましたよ。ラーメン食べながらね。<laughs> うんうん、そうですよ忠義 <laughs>、うん、さんもね,、はい、まあねちょっとこうインテリじゃないけど、まあね、いろいろこうほらやってるじゃないですか。<laughs> 頑張りたいんですけどね。すごいポイントの導入とかいろいろやってるじゃないですか。はい。インテリじゃないけどさ。2回言いましたね。うん。なんかほら、いろんなこと書いてるでしょ。ブログの方でちょっとね、紹介させていただいて。そうですよね。あれを、ね、今年はね。いや、僕、本当嬉しいですよ。関東ね。 あ、うん、あのまジャルというねすごい大きなねグループじゃないですか今やねそうですねジャルと星みたいっていうね、うん、そうグループですけど統括星みたいとジャルですかねそうですねジャルまあ二つくっついてるねよんなそう,うななで,、ね、でも僕なんかね個人でやってるんで はい、ねえなかなかほらそういう団体に属してないんでそういう方々っていうねその団体というのはやっぱほら関東っていうのもね方言も違いますし、はい、相まってね、ねなかなかほら、えー、こう手の届かないような存在っていうかね入っていけないようなところがあったんですけど今や、こういうね、あのー、まあ録音、はいうん、でこうリアルタイムにね,、うん、うね話ができてるわけじゃないですか。 片山ね、渋谷でね、まあ、こうね都,会の都会派の、ね、龍之介さん, <laughs>、うん。今年も健在ですね。今年入って1時間だけどね。今年入って1時間。龍之介さん、その声がやっぱ健在ですね。2015年ね。なんか変わ,んな、うん、変わんないです、ね、ないですね、うん、ですね衰え噛むけどね。 噛むけどね。うんはい。ほらほらちょっとどんどん話題出してくださいよ。なんだろうな。うん今日はちょっとまあしっとりとでもまあ充実したトークをねお届けしたいわけですよ。なるほど。ちょっとまあねあれですねとねロボまあこれトークに向けてね機材を使ったんですよね。うんロボ機材ねはいそう。 つまり、まあやっぱりほら皆様にね、きれいな状態でお届けしたいというのがあってね。えー、前回の,、うん、あの初出演の時に、うんうん、ノイズがね、膝の,あのパキンパキンいうノイズがもう本当ひどくて、<laughs> うんうん、あれはちょっと申し訳なかったですね。<laughs> うんうん、で、今回もそうそう、そうよね。はい マイクセットみたいなものをね、い、ね、そのリリカバリーというか,うーうか最初はあの、ね、うん、星太郎さんが使っているような USB のヘッドセットを考えていたんですけども、普段 Mac を使っているので、はい、Mac の、ねあのー、USB オーディオコデック、まあ、標準搭載なんですけど、はい、との相性が、ね、ちょっと良くないらしいので。はい USB ヘッッドセトをやるなんか今でも音悪くないですか多分ね、いや僕も思った。僕も思ったんだけどね、あれですよ、多分ね、思考性の問題ですかね。口がどこ向いてるかなんですよ、結局。重要なんですね、このコンデンサーマイクって。コンデンサーマイクで関係ないんじゃなかったっけえコンデンサー、どうなんでしょうね。あのね、単一と無思考性と、多分切り替えスイッチみたいなのがあって。今、単一になってるの 私のは多分単一ですね。無視した入ってなかったです。あ音のね、音波をね、マイマイクに飛ばさなきゃいけないですね。あ、そういうことですね。わかりました。じゃあ顔を動かすときはマイク元を動かさないといけないそうですね。うん。なるほど。じゃあキョロキョロしないようにします。そうそう。もう目を閉じてマイクの方向かって、あと想像だけでこうトークするというのが僕のスタイルです。なるほど。いいですね、それ。はい。 真似しよう。そうですね。はい、うん。竜之介さんはね、もう安定のクオリティも今息に達しているという感がありますね。<laughs> うん。機材変わらないですけどね、ずっとね。機材変わらないですね。まあちなみにここでねバグすると、えー、龍之介さんの機材はですね、機材ってまあマイク機材だけど、<材>えっと,、はい、えとシュワのねあの定番と言われるあの57ってやつですね。そう。57A ってやつですね。うんまあ、57A ですね。あのダイナミックマイクですよ。 うんそう五七 a だそうですねダイナミックマイクですベータ 5, 0, 0です。あですか <laughs> なんかいろいろあるんですんで僕はまあ赤毛のね AKG と書いて赤毛の、はいえー、C3000B というね、うん、そういうコンデンサーマイクを立てて今うん、喋、はいうん、ってますそうですねはい クワッドキャプチャーですね。ローランドのクワッドキャプチャーですね。はい。僕とよっちゃんそれ同じもんですね。そうですね。でただしさんははい。なんかなんちゃらセットですね。ジェームスさんに勧めていただいたセットがあってはい。でもプロですからね。ジェームスさんそうです。もうどのプロの方ですからね。はい。サウンドあ違ったフォーカスライトっていうメーカーのも シリーズでまあ初心者込み込みセットみたいなのが、うんまあ、コスパをね重視ということです、ね、コスパ最優先でなるほどはいそれを今使ってますね、うんうん、はい 全然見違えましたよね、前回のノイズから考えとそうですね。でもね、龍之介さん、今ね、あの、ただしさんの声と聞き比べて、僕の耳だとね、龍之介さんの方が、ちょっとイが、こう、トレブルが効いてて、で、え、ちょっとただしさんはね、くぐ持ってるでしょうんうん。え、持ってるただしさんのやつは、若干ね、多分ねハイを落とした感じがありますね。最初言ったじゃないですか、始まる前に。くぐも、くぐ持ってる。あら、当んうん。 まあまあいいですよ。まあでも大丈夫大丈夫。そうそうそう。ちょっともう画面見ながらちょっとねイコライザーいじってちょっとやってるんですか途中で変わるとまたあれなんでそうですねあんまり変わっちゃうとまずいですね。わかりましたまあそんなところにしておきましょうかその話はね。うそじゃあまず一人ずつですね今年の抱負 まあちょっとじゃ、ね、昨年の話も振り返ってもいいけど、まあ今年どういうふうにしていきたいんだということをちょっと考えてないから、全然。いやいや、考えてないですか、<laughs> うん、じゃあ僕、まずちょっと話しますね、え僕、平成27年ですよね。 ううん、うん一一月日でやっぱりまあ今年はですねまあ何回も言ってるけどまあ天文人口を増やすためにですね、うん、えー、まあ言ってもやっぱりほらあのちょっとこうマニアックな機材を使ってきたというのがあるんですよ。ですね。うん でえーまあ、昨日、まあ、日が変わって、ね、昨日になるんですけど、うんえー、12月31日私は GP2、えー、赤道儀スターターキットというものが届きましてそれを、ね、今日あの、ビデオでずっと、ね、レビューを、えーうん、撮ってまして。うん うん、もう開封とかあの組み立てするだけで2時間かかりましてねこれもう多分ね <laughs> あのそのままお蔵入りじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど現場に持っていかず、うん、そうそうそう,もう編集するの大変だからねなぜね赤道儀を買いましたと、うんうん、そういうまあ安価でまあコストパフォーマンスのいい赤、えー、道儀というか機材を手に入れて、うんうん、で今ほらね ええ幸い私はあの 6D のね瀬尾さん改造のやつを持ってるじゃないですかねいいカメラですよねうんあれを使ってでまあレンズをつけてですねうんでまあちょっと今のねイプシの 500mm に加えてうん新たなちょっとそういうまあ分野にうんちょっと入っていこうかなと思ってます。 一般的に焦点距離で言えば広角になればなるほど入門者というか天体写真を知らない方々の心を打つんじゃないかなという気がしてるんです私はねほら頂焦点の写真とかもあるけど一般の人が見たらどれぐらいの拡大率なのか地上との融合性とかっていうのが空の切り抜きなんでね だからまあいわゆるそのほら成形的な写真ですよそういったところを今後はちょっとね視野に入れていきたいとそういう一年でねそれをとっかかりにね起爆剤にして天文人口を増やしていくというのを一つの目標にしたいと思いますちなみに昨年の目標何だったかっていうとこれはもう達成しましたえまあパソコンのね 能力っていうのを人間の能力はやっぱりまあ限界があるからえパソコン能力発信能力を生かしてですねえビデオというね映像っていうものを使って私はいろいろ表現してきましたねでまあ映像だけじゃなくてその音声っていうのもあるじゃないですかねこのトークもそうですよなるほどねテキスト写真だけのねブログっていうのがねまあ通常だったのがうんそこをちょっとこう変えていこうっていうね、うん そこでまあね、例えばそのオフ会っていうものが実現したりとかですね、龍之介さんとの星空トークミニッツというね、そういうシリーズができたりとかですね、いろんなところでね、まあちょっとこうメディア的な感じね、うん、いろんなこうマルチにね、うん、まあ普及活動にね、ちょっとこう寄与できたんじゃないかなっていうふうに、はい、思っております。なんかそういうこと書いてましたね、ブログにあの去年の今頃。そうですね。一年前にね。うん。 思ってねはいそれがねまあ実を結んだかなっていうふうに思ってますで今年はそういうことをしていくというまあ豊富ですねはい僕はそんなとこですはい達成しましたはいじゃあ龍之介さんいきますか僕はね全然本当に何も考えてないんだけどまあその新しい機材を買ったんでねそうですよこの間ね正さん知ってますかうん はあの噂には聞いてる噂黒いカメラを買った四角だって聞いたんですけ四角いやつはねなんかね今日のねただしさんの声はねあのほら t ックスさんみたいな声ですよあらそうですか柔らかい感じのねいいなそれはいいかもそうすっごい似てるそしたらいいじゃないですか まあまあ TVIX さん TVIX さんもトークされたことありますもんねありますあります声かければ多分ねあの喋ってくれると思うんですよああそうねまたねしさんあたりからちょっとこうそこはね引っ張ってってくださいピンタンさんにも今打診してるんですけどねまあそうですね一生懸命やってます今それいつやっていただけるのかってことですねで龍之介さんはですね カメラを買ってどうするんですすかどうるまず調整ですよねうんまあとにかくものに使い物にしたいとまずはねフルサイズのフルサイズなんでデジカメと違ってやっぱりスケアリングとかねいろいろこうありますねハードルがあるんでねうんなるほど今まで何使ってたんでしたっけカメラ8300あの千3 0 0かそうですね QSI の。 683ってやつなんですけどあれはフォーサーズサイズなんでね結構価格4倍ですからねそうそうそう大体ねそうなんですよフルサイズなんでねイプシロンはそのカバーしてるんでイメージサークルは十分ありますからねあとはそのスケアリングとかねそういうとこでしょうねクラブとか。 とにかくでかくてですね結構イプシロンのサイズに対してね130だとねもう本当カメラこうって感じになりますよんかイプシロンの長さとねパッと見あんまり変わらないですもんねその幅というかああ1 3ンチぐらいありそうってことですかああフィルターホイルがねうんい想像つくこれをこう振っちゃって大丈夫なのかなみたいな

はいミッツさんの声そっくりですか。そっくりです。うん。いいいですいいです。うん。そっかまあまずはそこをとっかかりにしてねまあ成果を出してうんというところですね。夏場までにはね。い。ちゃんとやりたいですね。そうですね。取れる。なるほど。夏場っていうかまあそのサソリザぐらいまでね間に合わせたいですよね。なるほどね。じゃゴーンウィークぐらいにはね。

だって1月2月っていうのはほぼ取るものがなくなってくるんでうずうずしてくる時期なんですよ3月っていうのはやっぱり焦点距離ね短い我々にとってはちょっとこれから辛い季節を迎えるんでそうそうそう寒いからちょうどいいんですけどまあねまあねうまくできてんだようまくできてるうまくできてる寒いからねう寒いまくできてる寒いからねうるう寒ねうるでねうんだか機材の整備とかね いろんな調整とか、私もねあれですよあの一尺の百八十のもうねあのくたびれた宗教、うんこれねちょっとねあります。そう催眠気出しますよ宗教もね出しますうんもういい加減ねいろんなケミカルのなんかあのほらコーティングのムラとかね傷もそうだしいろんなもんがついてるんですよ。そこはねちょっとねちょっと諸氏さんもそういう話してましたもんね。うんやってた。 そうですんやりますよ僕はねはちょっと勇気2つ2つ壁があってね1つはあの写経ホルダーの側面のところの触毛紙これを引っ張らなくちゃいけないそしたらまた貼らなくちゃいけないっていうねこれ結構難しいんですよやってくれない形状的にやってくれないでしょうん。だからそれが1個あるのとあと写経のセンターマーク これを再現させるビタで再現させる自信がないんで写経ってねまあほら平面だしそんな多分ね今まで傷とかってやってないと思うんでもういやまあそれとまた高くつくしねジオマテックさんっていうところうね直でちょっとお願いして。

稽古でも使われてたんじゃないですかティビックスさんも。き綺麗に多分ねメンテナンスしたと思うんで僕きたいにほらねたわしでこすったりとかしてないからさすがにねたわしではこすってないと思ううんうんだから大丈夫だと思いますよまだまだいけますイプシロン180ですよイプシロン3兄弟と呼ばれるようにね今後ね頑張りたいですね。 わ、うん、かりました。まあね、ちょっと今ね、一旦切って、まあ、龍之介さんね、うん、まあちょっとこう、自分のわがままというか、自己満足的なまあ抱負を語っていただきました。ね、天体写真会とか、抜きにして、自分がどうするんだぞということをね、抱負を語っていただきました。うんね、で、次は、嵐さんね、はい、抱負。 私去年の今頃は目標を立てなかったんですよね。うん、なるほどそれはいけないですね。はい、そうですね。で立てないながらも頑張って取り続けて、うん、今、ね、TFIX さんからあの譲っていただいた180を使ってますけども、うん、それ以前はあの銀次の 200FN っていうのを使ってたんですね。うんうん、えー、っと焦点距離は何ミリでしたっけ 八百ミリ、二十、口径二百ミリで F 四八百ミリのあの R 二百 SS と一緒ですね。そうです、あれと一緒ですね。なるほど。コマこれをつけて、そうですね。まあかなりジャジャ馬だったんですけども、車境こうね自分でオフセット車境セルを作ったりとかして、なるほど。え調整した結果まああの一つね、あの入線することができたので、そうですよ。あそうですか。えっと。

標本化してもうね二度と取り出さないとここがあれですね私の出発点ですねなるほどうんですかでまだでも使うんですかそのンジですかそうですねあの使いますああですかうん使いますまあ8 0 0リ m っていう焦点距離がねそうなんです5 0 0ミリの焦点距離とは違った楽しみができるかなと思うんでどうぞうん そうですかなんあまりわい使もう一個ベイビー級って持ってるんですけどあベビー8 5ミリのやつですよねあれは焦点距離がね結構1分3 0と似てるんでそうなんですかあんまり使ってないんですよねやっぱりね買ってからはなるほどでまあその新しい機材180を持って で、うん、2015年どういう風にまあ展開させていくのかというところですね。まさにそこなんですけども、うん、えっと私あの長時間録光派なんですね。一<ー>個の作品を、うん、多分冷却 ccd で撮っていると4時間とか5時間で済むかもしれない。過去の作品見ると4時間5時間なんだけど、うんはい、そこをやっぱりあの。 もっな滑らかにかつローカルコントラストを聞かせたのが私好きなので長時間録音しても破綻しないようなものを目指したいと思っておのずとね録音時間を延ばさないといけなくなってるとやはり何回沿線に行っても仕上げられる作品数が減ってきてしまうのでそこをこう自分でですね 月に一作品は仕上げたいなと。うん、年間中に作品目標にしようと思ってます。なるほどね。いいこと言いましたね。うん、今ね。多分月に三日ぐらい遠征しないと。うん、やっぱり現場で、あの夜は長くても、トラブル。とか撮影、うん、に戸惑ったりすると、撮影時間なくなっちゃうんでね。うんうんうん あと、薄雲が出たりとか、いろいろとあるでしょうから、うんはい、まあ、月に最低でも3日、年間36日は、現場で夜を過ごそうかなと。うん。なるほど。まあ、でもね、梅雨とかありますからね。そうなんですよね。うん。うん、3ヶ月ぐらい何もできないタイミングありますからね。うん。まあね。まあ、ただいさんは結構、はい。アクティブにね、撮影行かれてるから、う,うん。多分、達成できそうですね、あのペースだと。うん、私、あの、現場にね、うん 平日行って、次、うん、の日の朝 <laughs> そこから仕事行く。眠たくならないんですか。一応仮眠はしてるんですか。のあの私あれなんですよね。あの一回撮影始めたら朝まで寝てても大丈夫な状態。えピントとか大丈夫なんですかね。ピントねあのそこはごめんなさいあのノーマークなんですよ。<ー><ー>結構動いたりしませんか。 イプシロンはそんなに動かないんじゃなかに動かな ?LRGB だったらアストロドーのフィルターなんですけどね大丈夫ですね多分厳密に言うと変えた方がいいんでしょうけどねとにピント確かね温度が下がっていくじゃないですかマイヤハンにかけてね温度が確か下がるとイプシロンっていうのはえっとね繰り出しで言うとねうん長くなるんかな まあちょっとずれますねが縮むっていう感じですかね温度が触ると縮むんですか通というより多分ね補正レンズじゃないかな違うんですかねまあその当然あそこにねレンズがあるから結局普通の反射よりはそういう影響を受けそうな気はするんですよね確かね僕の経験とかでは βSGR の数値が上がるってことなんで多分まああの伸びるんですよなぜかね 屈折はね逆でね温度が下がるとね縮んでいくんですよ繰り出しを短くしなくちゃいけないとそうなんですかそうそう違うんですねだからさんはもし睡眠撮影するんだったら45時間放置するんだったらちょっとこう長めにしてうんということですねなるほどいいことを聞きましたね若干ですけどね若干ね 本当、ミクロンの世界でしまあ、15ミクロンとかね。そんなところじゃないですかね。なるほど。すると、あれですね。私、あの、月3日じゃなくて、月4日ぐらい出てもいいかもしれないですね。もう爆睡できちゃうんだったああ、ですね。ああ、そっか。あれはもうずっと寝て、次の日。そうなんです。仕事で3対象取るのも、もう、あの、 対象を映すときも、勝手に導入して、勝手に、うん、あの、ね、テスト撮影した画像を解析して、中心の設計席出して、ズレを補正させるんで、ね、うんえー、完全に寝ちゃう状態なんですよね。寝ちゃっても。すごいですね。うん、こんなことができる。おかげで、ね、体力が持ってるんですけども。え対象を変えれるんですかはい、変えます。あらかじめ、あの、プランニングしとくんですけどね。はい。うん M42 取った後 M78 行ってその後バライコーみたいな感じで。え、それは何あの放置でできるんですかはい。え、すごいね。え、シャッターと連動してるんですかそれ。そうです。シャッターと連動してます。すごいね。え、勝手にもうあっちはこっちは行ったりするんだ。<laughs> えっと、まあ、あの、なんていうんですかね。自分で考えてどっか取ろうとはしないけど。 こっちで、プログラム、うん、定したものを、通りに行くわけだ。通りに、うん。あそれすごいな画角のちょっとした、あの、ズレとかもないんですか、そう。えっとですね、あの、なんだろうな。これを撮りたいってこう、決めたら、そこの中心の設計席をあらかじめ設定ファイルに書いておくんですねああ、なるほどね。うん。で、あの、まあ、一応、なんていうんですかね。自動導入対応の席道儀、はい、セレストロンの CGEM なんですけども、うんうん まあ自動導入、普通の他の赤道儀と同じように自動導入のコマンド出して、その所定設計席に振るんですよ。で、絶対ずれるんですよね。ですよね、うんうんで。そのずれを検出するために、うん、最初、L フィルターの 4×4 ビニングで10秒間取らせて、そこにまあ星が映るわけですよ。はいはい、でその星を、あのー、星の、なんだ、星図ファイル。あ、そっか、星図っていうのか。うん フェーズのデータをあらかじめこう持ってるので、うん、GSM だっけ、うん、ガイドスターマップのデータ内部に持ってるんで、うん、どこに向いて、筒が向いてるかを解析させるんですねで。えー。と、うん、できるんですね。まあ、デイビー検索と一緒な感じですよね。すごいな。それでぴったら合うものなんですね。ねえー、うん、そうですね。あのね、0.003秒角ぐらい合うから、うんはい うん。ね。五百、ね、ミリの焦点距離の八三丸丸の。センサーの画角でいうと。うん、微光性が二ピクセルずれぐらいの。精度でます。入、うんうん、じゃあ、もう十分ですね。十分ですね。すごい。いや、もうすごいとしか言えないね。僕。<laughs> マニュアル派っていうかさ。うん。もう無理無理。うん。 だけどね、カメラの回転角は補正できないので、はじめにカメラをちょっとね、斜めにつけちゃったりすると、あの、中心座標は合うけども、ああ、これ東西南北ちょっと向いてないよねっていうのは、量産しちゃいますね。なるほど。スパイダーの角度とかってことですね。えっとね、スパイダーの角度は、あの、共闘バンドと筒の関係で決まるので、スパイダーはずれないんだけど、あの、 カメラほら画角に対してのスパイダーの,その角度、うん、きちんと90度にならないとか例えば45度にならないとかっていうのはあるのかなカメラがい<や>、ま、回ってると。いやそれはないかな。あのそれがつつと同、うんうん、バンドの関係で決まるんで,そ,のでそこさえずらさなければポジットで重ねるとこうなんていうのかな、うん、黒く切られる部分が増えちゃうっていう感じですかね縁のところで。 シャヤが回転するからですよねそこは回転しますねやっぱりその星の位置を合わせればスパイダーはきっち合うんだけどその画角的に無駄なところが出てきてですよねですよねそのとなるほどそうかそうかでもまあねいいですよねずっと寝てられるらねうん僕なんか全部もう心配だから全然ダメなんでいつも張り付き状態ね張り付きですよそれこそその極め付きがやっぱ星太郎さんですよ <laughs> うん、あのキッチンタイマーはこうね、5分から10分から、ね、シャッターをそうニ個ンだからね、シャッター押しに行ってますからね、そうそうそう、<laughs> 5分後、ポチって押しに行ってるからね、うん、うで5分でピピピっていったら、また、ててどんだけね、あのまあ、例えば塚山さんとね、会話がめっちゃ盛り上がっててもう、ピピッっていったらね、ね <laughs>、うん、どんだけ盛り上がって、ね、あれしてても、ばーっといっちゃうからね。うん <laughs> あれちょっとしんどいですねそこまでではないけどねでもやっぱりなんか僕はもうねダメなんですよねそうそこの技術をね上げたいですね今年はあ本当撮撮影技術をね撮影技術というよりね多分セッティング技術かなああそうかセッティング技術何か困ってる例えばなケーブルがなんとなくこうね引きずったりとか何かこう引っ張ったりとか そういうちょっと荒いとこがどうしてもねありますね毎回あってですねでんかちょっと引っ張ったようなフレームが34枚できるとかねでだけで30分ぐらいね捨てちゃうじゃないですかそういうとこのぶどうあるよねよくしたりすね今年は本当にそこは見直さなきゃいけないですねそういういろいろとね細かいところ。 ケーブルマーですねやっぱりとにかく、うん、風があるときはケーブリングがうまくできたときとできないときでうんそう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 風でねうん、うん、揺れ揺れたりしてねうやっぱり持ってかれますね、うん、ですよねなんか四つじゃみたいなあえてまとめるのがいいんですかね一個に、うん、えー、っとまとめてますかね僕ねなんか一本にしてますよね まあ、うん、最終的に赤道儀からピラーをこう伝うのは、もう一本とか二本とか。うん、太い、まあ、血管みたいなもん。あれは、逆にこう風の抵抗を受けないんですか。太くなってる。そこはそこで、ピラーに、あの、こうバンド結束バンドで、ぐっとこう巻きつけて。うん、こう風でゆらゆらしないようにしてるから。なるほど。な、重量の負荷も受けないし。 そっか。私もあれですね。ピラーにあの私はね結束バンドじゃなくて、はい。あの裁縫で使うマジックテープっていうんですかね。うん。あれの表がオスで裏がメスになってるやつが、うん。ワンロール二十メーターでね千円ぐらいで売ってるんで、それをねあの長めに切って、うん。ぐるグル巻きますね。なるほど。そう。僕も持ってるんですけどあれね。うん。なんかねやっぱり付け方が下手くそなんでしょうね。 <laughs> いやその結束するときにね、うん、なんか短く結束しちゃって引っかかっちゃったりとかね、えー、こう時間が経った時、うん、なるほど。そうそうあのクランプの出っ張りにねケーブルが引っかかって持ってかれちゃうっていうことはかそういうのもありますよねだからそういうのがよくあるから、うん、結局一枚一枚ね、うん、終わった後と見て見に行くんですよ僕、うん まあ確認しに行くんですね確認、うん、リモートもちゃんとできてないから、なるほど。大変ですね。そこは確かに、うんうん、何んとかしなきゃいけないことでしょう。うん。よっちゃんなんかは、あれです、うん、撮影のぶどうりは100なんですかいや、そんなことないですね。あのー<え>うん、いろいろね、やっぱ問題抱えてましてですね、えーうん、そこに対してのね、今ね、取り組みをちょっと水面下で。 うん、<laughs> まあまああえてそこは公開しないですけど <laughs> まあちょっとまあ1個あるんですよ <laughs> でそこはもう僕はね1個ミスするとね <laughs> 開催の晩をまあ一晩ね台無しするともうそこを徹底的にやる人なんですよし <laughs>、うんうん、さんみたいに何だろうな、はい、まあちょっと悪く言いますよ悪く言いますこう別に楽をしたいわけじゃないのね 楽に、うん、して、うん、そうそう、だからもう現場走り回ってでも、うん、ただまあ、安定して、こうね、うんまあ、殺像を切り取ったというところで、まあのりを高めるっていう、ねうん、ところなんですよ、うんうん、だからまあ僕の、まあ、僕の力をかけたいのは、やっぱまあ、ほら、硬軸スケアリングとか、ガイドとか、その辺のまの安定精度を上げたいと。 いうところなんですけどただやっぱりね、うん、まあ楽したく、まあ、楽別にしたいわけじゃないというスタンスだったんだけど、うんうん、このえ年末でえちょっとまああのほらホームページのね、えー、望遠鏡が欲しいというホームページがあって、うん、えーそスの S モートさんという方がいてね、うん、その方にちょっとね先日お越しいただいて、うんえー、っとあれですよあのリモートデスク,デスクトップ、うん、これをね あのちゃんとね、Windows 準拠の、うんまあ、Windows8.1Pro、これで、まあ、しっかり、えーまあ、車内遠隔リモートができるようにというね、さすがに寒いですから、そこを、ね、きっちりもうやりましたよ。でも取りに行かないんじゃないですか、その寒い時もも。え まあね、寒いよりか、行かないけどね、行かないもう1月、2月は多分ね、僕、撮影に行かないと思う。来年に向けてってこと来年、ああ、まあね、今度いや、でもほら、言ってもさ、3月も寒いですよ、まあ確かに、寒い、寒い山だしね。だから、あんたら撮る時期っていうのは、寒くてカメラ冷えてるんですよ、まだ。 うんまあ僕ら言ってもさまあ500ミリぐらいのほらねやってる人たちっていうのは田良幸さんもそうですよやっぱね今はやっぱほらちょっとこうまあ寝とこうかぐらいの時期なんですよやっぱほらサソリ座とかアンタレスとかねあの辺登ってくる時にもうほらね本番じゃないですかなるほどそう田良さんまだでも行くんでしょ私もう年年がら中さんんなかとね ずっと銀河の時も銀河の時も銀地がありましたね銀地もありますし500ミリでも取れる画角まだ私あのね全然こう両手ちょっと超えたぐらいしか対象取れてないんですよ。本当ですかやっぱりいっぱいね取りたいのがある。 たと、ね、えこう小さく映っちゃっても、例えばね、うん、M104 ソンブレロとか撮りたいとか、ううんんあありますね。ういううん、あの、うん、応募できなきゃいけないとか、そういう、なんていうかな、基準、ね、は、うん、自分、うん、中にはないので、うん。そうそう、もうね、打作でもいっぱいもうなんかほら、量産してるけど。 これはあの『長所点の筒を今度使える機会があったらじゃあちょっとリベンジしてやろうとか。龍之介さんもそうですよ。すごいな龍之介さんもね結局まあ、うん、僕の中で龍之介さんが開花したなって思ったのは本当ここ最近のね夏以降ぐらいの,この作品ですね。<laughs> まあそれまでねもう結構ほらもう捨てるしかないような,出されな,いようなそれはもう、ね、あの <laughs> 昔のあれとしてもうちょっと葬り去ってうん一旦リセットしたわけですよ秋口にねそれがこうを奏したって感じですか <laughs> うんそうそうそう、うん、そんなことないですよ別に捨ててないですよ でまあ捨ててね一旦捨てて秋口からこうね1個2個3個って撮ってっただけどまたこれカメラが変わったじゃないですかはいはいだからもう一点ファミコンの本体のリセットボタンじゃないけどリセットボタンを押してこの新年新たなカメラでね再デビューするとやり直しですよやり直しですよ今日もフラット撮ったけど全然合ってないし真ん中に来ないしねうん フラットのね。あ、本当に。うん、それ、あれじゃないですか。筒の光軸の問題じゃないですか。うん、まあ、それも、あ、多少あるんでしょうけどね。いや、光軸の問題ですよ。あれは。です、うん。あ、本当。うん、多分、スキャリングって、そんなにズレは、でかく出ないはずだな。あ、本当に。うん、うん、相当ズレったからな。どっち方向にズレてます。<laughs> まあ、そのカメラのね、角度とか、まあ、適当にやったんですけど。それに以上、真ん中来ますよね。 大体どっち向いててもカメラは、うんあとね、基本はねやっぱりね写経っていうのは、ね、筒先主経の方向に長いじゃないですか、うん、だからセンサーもできればその写経の形に方向に合うようにやるんですよ東西横構図みたいな感じでねそう,でそうだね横構図になりますね、うんうん、でその時に左右にずれてるんだったら、うん、左右でしたね、うん、ああで,でしたね だとしたら傾きだだけねねね回転角ででではななさそうすすよ傾傾傾きききじゃいっていうのは奥のネジを押しても引いてもそこはあまり影響しないじゃなくて前後方向3点を緩める3点を締める筒先と周期をそのまま移動するあれがめっちゃ変わるんですよ。 あ、そうですか。まあ、いや、もう、まあ、逆にアイピース見ればすぐわかりますよね。セントリングアイピースではずれてない、真ん中きてるんですよね。うん、でもね厳密に言うとね、紹氏さんじゃないけど、糸張りの十字とね、糸十字とあのスパイダーの十字、うん、あれが完全にど真ん中に来てるという場所があって、うん、そういったのはさっき言ったその平行平行状態の主教先、うん、の全体ずらし。 んのところで変わるんですよ。あそこで逆にそういうのはずれてるっていうかね、やり方がずれてるっていうか、センターマーク、うん焦る制度の問題なのうん、制度もあるしね、センターマーク自体が本当にオフセットした理想のね、幾何学的なポイントを貫いてるかどうかっていうのも怪しいじゃないですか。逆に言そのカメラで合わせればいいってことかな。そううん それ真ん中くればいいってことかな僕はそういうふうにしてますだからセンタリングアイピスのぞいた時の糸十字の工程に対する写経のセンターマークっていうのはちょっと筒先側にずれてるええヨッちゃんのはねそれでフラットがど真ん中にそこの曲線の中心が真ん中に来てる そう。ま逆そっちの方が優先ってことですねフラットの方がうんそう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 。実属優先ってこと実写優先かうんまそっちの方がいいんでしょうねきっとねうんかもしれないうん。よりイメージサークル有効に使うっていう意味ではいうん。あれも仮にでもその今の僕の状態で撮影してもまできるかもしれない大丈夫うんうん。大丈夫であるんだけどねうんただちょっと気持ち悪いってだけまあちょっとねうんなるべくみたいなね相当ずれたから。 そこは調整しななきゃいいけ周辺の星像がどれだけ流れるかの方が気になるんじゃないですかフルサイズだとああそのスケアリングとかうんスケアリングの方が気になっちゃううん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 そうですねだってねライトフレームもフラットフレームも中心がずれててもちゃんとフラット一致するフラット使えばまあそうなんですょね周辺電価取れちゃいます若干その光量の まあ均一さぐらいですかね、言ってみたら。やっぱり、は出るかもしれないですね。またスケアリングですよね、一番ね、うん、気になるの。そうですね。レーザーやらなきゃいけないったですよね。そうそう、私のね、私のというか、まあね、うん、別の方の、まあうん、受け継いでっていうね。ああ、なるほど、うん。あの方法はやっぱりね、ものすごく敏感なんですよ。 僕の家なんかボロなんでねほら床とかねちょっと歩いただけでぎしっていってそのレーザーの光がねすごい動くんですよぐら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 だからねそれぐらい敏感な方法なんで一度許容キャパ内にそれをレーザー収めればもう本当ねぴったり合いますよそうディスプレイと一緒基軸というのをディスプレイみたいにねカメラ本体内で全部傾きを取っておく。 したら以後カメラレンズにしようがイプションにしようがもう取ってパッとつけたらもうそれで四隅合ってるみたいなね理想状態そこはやっぱ大事ですねそうですよねちょっと近々やらないとなそうですねまあある意味競争力ですねもうそこが毎回安定してるということはねうんやっといた方がいいそうですねうんうん できればまあよく言えばこの一月のね、そうですよ。今新月期にちょっと取ってみたいですけどね。あまあね一発取ってまあいろんな問題絶対出る。どんだけ潰した木でもねやっぱね出るんですよ。想定外のものがね。新月期まで待たないで満月期行きましょう。あの私あれですよ満月期あのエッチャルファで取りに普通に出かけちゃいますよ。 <laughs> いや <laughs> まあでもね僕も龍之介さんもねエチアルフ,ァフィルターまでまあのお金回んないですよ <laughs> <laughs> そこまでねお金ちょっと回んなくてね大丈夫ですよ、龍之介さん買ったのはあれですよね7枚入り8枚入りのフィルターホイールから1の51の5です、うん、まあ一応入りますうん LRGB、うん、ううと,と Hα あとは Hα 入るうん<ー> ナロはできないけフ、ね、ルサイズはでかいですからねフィルター系はねそうそう高いんですよ高いんですよね、うん、めっちゃ高いからね本当高い、うん、10万とか超えますね HR からってねナロ、うん、高いですもんね1枚1枚 1> うん高い700ドルぐらいかなうんう、ね、あ今だったらもうね輸入したとしてもやっぱ10万コースじゃないですか、うん、しますよねなんやかんやで多分ねあの関税とか、えー、いろんなんで、うん、まあ結局10万近くするんじゃないですか まあまあ Hα は買ってもいいですけどねまずはちょっと LRGB でまずはねちんとねやってからそうですよ僕だって数年ずっと Hα なしでやってきたわけだからそうなんですかそうですよ Hα っていうのは今まで使ったことやったことないですね見たことないですね確かにそうかまああのね処理のイメージは湧くんですよ エッアルファっていうのはものすごくコントラストが上がるからそれを L とする R とするって言ったらあまりにも高コントラストすぎるんで DDP あのほらステライメージのねデジタル現像のとこで言うとガンマをね結構ね右に寄せていかなくちゃいけないんですよ上げる上げていくでシャドウを切り詰める そうすると平方根のトーンカーブじゃないけど眠い感じなんですよ、眠いの、ぺっとした感じ。だって、廊下は持ち上げて肺がん寝かすんですもんね。じゃないと、ちょっとコントラストが少しすぎちゃうピンクになったりとか色が抜けたりとか、変なふうになっちゃうわけですね。のぺっとさせるためにガンマ上げていくんですよ、それが多分ポイントですね。なるほど そう、会長特性ね。んう,んうん。私なんかあ、あの、フォトショップに持ってってから。うん、まあ、あの、なんだろうな、感覚で、もしやるとしたらなんですけど。ええ、あの、あれですね、L と Hα の、こう、レイヤーを上、うん、上、上下にこう並べて。ええ、透明度で、ブレンドして,いくて、うんうん。まあ、なるほどね、まあ、ブレンドは必要でしょうね。 当然 SN が落ちるからね、h ァだけだったらやっぱり、ほら、やっぱり、あの、暗部だけどうしても、h ァで撮ったコントラスト使いたいとかっていうの出てくるので、そうですね。だから、うん、その時は、あの、あれですかね、L 画像の輝度反転マスクを使うとか、そんな形で、あの、ペイントで塗ったりはね、さすがにしてないんだけど、輝度反転マスクとか、あと RGB の色い。 色選択で、うん、このこういう色の領域が欲しいとかそういうのはね抜き出したりはしますね。うんうん、なるほどね。うん。うん。色域として使えますね。そうですね。うん、あ、そっか色域ですね。うん。うん、じゃあ行かれるんですかその Hα を取りに満月に。毎月行ってるんで今月開拓くて感じですかね。<笑><笑>だってタダヤさんのあのブログ見てたらあれですよね。いつもほら。 第何回。はい、は遠征そ。そうそうそう。あのね、ペースがどん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 ね、うん、増えていくんですよねそう。すごい勢いね。<laughs> 最初の一年、多分ね、十一回しか行ってないんですよ。で、二年目に、今四十四回まで行ったって。うん、多分。すご四十三回。は行ってんのかな。うん、すごいね。うん あの記録の仕方がすごいですね。そうそう、それ数えてるのがやっぱりね、何何よりもすごい。体部そんな数えないし、僕も数えないから。あれがやっぱりね、こう性格が出る感じですね。性格出てますね。僕のいい加減だから本当、もう全然数えない。全体写真をやって、最初はやっぱりね、自宅ベランダだったんですよ。はいはりはひどいし、全然雑誌に載ってたり図鑑に載ってるような写真撮れなくて。 あのね JAL 統括星みたいな方がたまたま私のブログを見つけてアドバイスしてるやっぱり遠征は一回行ってみた方がいいよって暗い空で撮ると全く違うものが撮れるよって言われてそれを信じて暗い空求めて行ってみるその時の感動が大きすぎてええそうか。 思ったののが一つきっかけにはなりましたねやっぱね僕らあれですよ今ねもうほら忠義さん今やね管理人っていう形でやってますけどねやってもらってますけどやっぱそのひあ言遠征地で撮るとよりもうすごいの撮れるよとその一言で忠義さんこうねはまってくれたわけじゃないですかそういう一言をやっぱりね天才のあのねああいうグループのところで。 そういうものだけでもすごいねいいですよねトピックとして今の話だけでもね意外とねやっぱりね僕も最初からずっと遠征なんですけどまあ取れないから何せ渋谷では取れないから行くしかないんで富士山とかずっと行ってるんですけどやっぱり一回東京の公演一回だから東京のねテストの時は東京の公演なんですけど。 M42 とか撮ったんですよ、去年。全然映らなくて、まず飛ぶ、白飛びしちゃうんで、もう1分とかでね、あっという間ですよね、あっという間ですよねコントラストも何もないじゃないですか、もう、中心部署。トラペジウムの本体がね、だからもう、あれで、あれを知ってるからね、やっぱ絶対に遠征は行くんですけど。 行っ,ってほしいですよね行、うん、ったことがない人はね。うん、そうですね確かあの郊外マップあのピンタンさんがねああん郊外マップかなんかありましたよね。ねうん、あのほら結局ね人っていうのはねその時の、まあ、印象とか感覚で結局そのほら評価あの時の空はねすごかったんだよとかね、うん、でなんかほらね。 龍之介さんのホームグラウンドのとこにお邪魔して大したことないじゃんって僕ね3年前にあそこ行ったんだけどね龍之介行ったことないでしょってすごく全然違うよってそういう感情論が入るで僕そういうのは嫌いなんですよ定量的なね客観評価でっていうそこで確かねピンタンさんが。 周囲の街の人口ですかね周囲の人口かなんかで数値を出すみたいなあれはものすごくいい標高っていうファクターはないんだけどそれは自分でもう測ってやりゃいいじゃんでもね公害っていうのはねあれはすごいいい指標だと思うそうですね前提条件がよくはまってるっていうか あれを作った経緯とか、ええ、あとデータの作り方、ええ、そしたら、あのー、結構ね、あのー、なんだろうなえこんな前提でよく合うなと思ったんだけどもやっぱり実際の現象にぴったりはまってるんでしょうね当たらずとも遠からずみたいなところがっそうですね。あれれだけ遠征行かかてるからね、うんその

僕そうこのね趣味始めた時はもう去年夏とかに富士山のねタロー坊っていうとこがあるんですよ。わかかりますねだけど初めて行った時はなんだこれ真っ暗じゃんみたいな思ったわけですね。思ったわけですよ。すごいっつって腰だらけだみたいな思ったんですよねやっぱり初めて行ったことないうん すごいと思ったんですけど天の川もこんな見えるんだみたいなそれがまあ今年ねまた行ったじゃない今年は去年か去年去年なりましたけど去年行ったんですかねいや明るいとやっぱり思っちゃう目が超えるわけですね目が超えるんですよねよくこんなとこで撮ってたなぐらいのとか言ってんですけどやっぱりちょっと暗いとこ見ちゃうとね だから最初のその印象で話しちゃうとやっぱりよ,よくないですよね。よくないですね。うんそうそうそう。太郎棒も真っ暗だったよって僕の一昨年の僕だったらそうやって言うから。だけど去年の僕は言わないですよね。明るいよみたいな。うん、なんかそれすごい曖昧ですよね人間は。うんそうそう ねあやっぱほら思い出話もねこうねちょっと美談化されて僕のねおじいちゃん住んでたね尾鷲のん時のとこすんごい暗くてさってさ尾鷲は暗いんだけどすんごい暗くてさっていやもう全然こんなんじゃないよとかさやっぱほらね時間がやっぱほらいろいろ美化するじゃないですかその話はそれでわかるんだけどだけどやっぱほらやっぱね天体写真撮りに行く わけだからある程度の指標が欲しいっていう意味でね僕はピンタンさんのあれはすごいと思うそうですよねうんまあ同時にねやっぱね標高もすごい大事なんですよ特に3月っていうのはねほら黄砂やらね PM2.5 やら花粉やらねいろんなもの来るわけですよ 湿度も落ちてくるうそうなるとアンタレスみたいな低空の焼酎でも28度とかあんな狙おうと思ったらコンディションがすごい左右されるわけですよ。どんだけ10時間残しても交差とかあんなうやってる時っていうのはどんだけ露出しても B が全然出なくてざらざらみたいなつまり映ってないんですよね。うん ありが減衰しちゃうんですよ、ね。減衰してるすよね。うん、うん、だから、あれはもう標高稼ぐのが一番本当安定なんですよね。うんうん、そうでしょうね。うん、ねえ、<そ>乗り比べとか理想なんですけどね。あ<ー>うん、うね、まあ、最低ね、十<あ>、まあ、千、うん、千五百。うん、あると、だいぶ、まあ、ね。う一層、二層抜けたっていう感じしますけど。うん,うん。うん 関東で千五百背ぐつったら富士山のそのぐらいまで行かないとでしょうね。その辺って何？南の高台どうなんですか？えっとね、南の高台は、ですよね例えばガリバーとかだったら南はね、まあでもでもあそこもまだあるか。ガリバーで千四百メーターぐらいなんですよね標高が。で、私ねガリバーに二回行ったことあるんですけど、あいとも南側に低空の雲が垂れ込めてて、 立ちの明かりが抑えられててガリバ,、ね、ガリバーはとにかく、うん、強行がそれなりにあるからまだいいんでしょうね。うんうん、そうそうそう、富士山のやっぱりね、えー、と富士宮5合目っていうね、2400メートルのところ<ー>僕は僕が α7S でね、最初取ったところなんですけど、うんえー、そこは本当にその雲海になるとすごいですね。あでしょうね。 証拠がやっぱね、メリットがね。すごすぎる。あ、れはまだそうやってな思い出話になるかもしれないけど。あれは本当にね、なんか、実際の白鳥座の見え方がね。違うね。雑誌が。あ、なるほどね。なんか分離してそんな感じ。分離してますね。肉眼で。そっか。そういう時にね、やっぱあの双眼鏡はでかい光景のね。ああいうのでね、見ると、すごいんでしょうね。確かにただね、その雲海にならなければ。ひどいですね。 もう富士宮市の光が直接来るそれで低空だけじゃないですか影響そんなことない透明度によるでしょうねまあ透明度があるからそれでも一応撮れるんですけどでも周囲はやっぱりねやっぱ明るいですね下界のモヤっていうのが光るわけですからモヤが光るからね低空で。 全体的にこうグローみたいなグローっぽくかぶってくるんですかねなんとなく光源があるような感じそうですねコントラストがやっぱ落ちるってことですねそうですねでななんとかってますね逆にやっぱりその雲海になってる時はねかなりすごいですねあれはまた今年も行きたいですけどああいう状態に。 だからね、結局ね、えー、とその空の良し悪しっていうのは標高と、まあ、空の暗さ公害、うん、ねまあ公害はあのピンターさんのねアルゴリズムじゃないけどあの結局、まあ、人とか街、まあ、からどんだけ離れるかっていうのがこう指標になってるわけですけど、うんうん、で、まあ、僕ねいろいろこうね日本、まあ、国内でほらね利尻島とか,レなんかあの北海道の北の方とか ねうん、いろいろこうある中で一番多分その標高と公害がまあ両立できているとこどこかって、まあうん、いろいろこう見て思ったのはやっぱりあの九州の。えー 九州じゃなないいごめんさ四国の四国カルストのあたりね。あのあたりは標高も1500あるし、すごいわけですよ。真っ暗って言いますもんね。僕、四国なんだけど。んなと言ったことないですけどね、四国。地名すら聞いたことなかった四国カルストのこと、この間カルパスとかって言ったしね。ジャッキーカルパスじゃないんだから。 あそこはねきっとすすごいですよ、えーうん、多分日本一じゃないですかね標高ね1500のもう周囲半径1 0 0何にもないみたいな、うんうん、何にもない、うん、すごいよ多分すごいでしょうね、うん、ただ晴天率が悪いんですよガスが出やすい、えーうん、そこだけがねちょっとうん

ほぼ日本海側ですね糸魚川とかから1時間ぐらいですかねまあでもね郊外マープ見るとやっぱねあの辺ね長野っていうのはやっぱほら大都市とかちょっとしたところにあるからええないんるほど緑色とかいいけどねその本州の中ではね本州の中でいいですよただほら標高のメリットがあるからね なるほどそこででいす透明度が違って海抜ゼロでいう台風一過の真っ青な空が常にあるわけですよ。要するにね、光害とかがね、なんていうのかな、拡散しないんですよね、透明度が高いと。海中にある微粒子が光を反射してコントラストの結果を招いてるわけですらね。それがないから、多少光害があってもキャンセルされるようなところありますね。高いと んでこんな話になってんだっけんでこんな話になってんだっけあそうそうそうあれですよ要するにベランダでねしか撮られてない人はすね。遠征をしていただく暗い空で暗い空で撮像するというよりも暗い空をまず見て感動するというねその原点ですね。写真って だそこで感動しないと、うん、感動すればね、普段そんな街中でね住んでる人が星なんて見えないし、な何を星なんか撮ってんのみたいな、うんいう,ふうに思ってても連れていくじゃないですか無理やりね、うんですんごいところをこう連れていくと。 あ分かるわってそれは撮りたいと思うのは分かるわっていうね変わるでしょそうそうそこはやっぱね、まあ、あのやっぱ自分でね体あして持ってって自分でこうやっぱ体験してほしいって思いますね、うん、私ちなみにあれですから天の川はっきり見える空に初めていてあそこに薄雲が出てるって言って笑われま<ー> <laughs> 雲がねああ だよちょうどいいところに薄雲だなとか動かないなみたいな、うん、そう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 ねうそ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 うとうそ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 うね、はい、うんああいうなんかところ行くとなんかやっぱほらうそうそな感じするかうちょっと雲う違うわっていう,そう,かそ,う、うん、そう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 か、ね、うそ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 うう まださらに私の知らない、あるんでしょうね。あちょっとあそこ行きましょうよ、あの、うん、さっき僕が言った富士山とか。富士山のね、すばしりとかね。地、うん。地の宮とかそういうトトの。まあ、雲海の時にね。雲海の時にね。行きましょう。行きましょう。あれを見たらね。感動します、ね。え、でもね。うん、でも、それ言うんだったら、まあ、あの、そもそも公害の少ない、その乗鞍のね。 いくらもう今一番上まで行けないけど2000ぐらいまで確か行けるんですよ車で2000で郊外が少ないとこ行ったらより多分ねざらざら見えると思いますよあそうですうんやっぱ白鳥だですねそういうなんかね指標は去年そうやて見てたああそうですかざらざらに見えるうんまああん中にうん分離して見えるさっき言ってたうん 星太郎さんじゃないけど、え、ああ、なんなんだ、あの顔でなんとかって言ってたんですか。え、何言ってましたっけ。あの目をつぶってください。ああ、ザザザザって、うん、そうですよね。ああいう世界があるんですよね。あるんですよね。そうそうそう。うん、ちょっとぜひ行きたいですね今年はね。うん、でね、やっぱそういうすごいま年間に一回ぐらいほらすごい空っていう時あるじゃないですか。ああいうななった時にどんだけその機材をね。 やっぱりこう、まあ、常にこうヒットを打てるかっていうところで。こんなにそれは良かったのに。ね、もうなんか現地でね、あの宗教セル出してとかさ。それ悲しいですよね。それはね、絶対あっちゃいけない。やっていたぐらい。ところで整備すると、やっぱミス誘発しますからね。ですね。機材壊しちゃう。二時。としたら、見つかんないですからね。そうですよ。 うんまあそうですねそういうまずは僕はね、えー、そういうちょっと暗い、まあ、空でねちょっとそういう星空の、まあ、感動というかね、うん、やっぱ感動ありきですよあの写真っていうのはね,ね、うん、そういうのを受けながら、うん、もう撮影技術を上げていつでもヒットを打てるように。 ちょっとぶどまり上げていこうかなっていうふうに思ってます僕もそうぶどまりですわ僕の今年の抱負はまずぶどまりですねうんそうだからそれもあるから今このね12月1月2月っていうのはいろいろほらねあれですよ準備期間というかね 今やってるんですよ。い、普段ではできないようなちょっと時間のかかるオーダーとかねまあほらね最滅期もそうでしょ23週間かかるからねなるほど僕もフォーカスさんのところ考えたいしフォーカスさんのところ考えるのとそういうアクションは早いほうがいいですよ忠吉さんはフォーカスはどうやってるフォーカは今純正の フォでマイクロ微動装置つけてるんだけど純正って何でしたっけ純正ってあれですよあっ 180ED のことですつまり電動じゃないってことですね電動じゃないそうマニュアルのやってて微動装置つけてるんだけどやっぱりねもう限界が来て携帯スジアルいきたいんですねだけどマイク買っちゃったから遠のいちゃったんですよねあそっかまあ 180ED だったらねまあいいよね この間ほらオークションでね9万円ぐらいで落ちたっていうベータ SG あれあったのにえん何それ本当あったあった僕の知り合いの台湾の方が落としたよって今日連絡来たんだけどね9万円ぐらいで落ちたらしい半額以下ですようんそうそう108いいですよねでもねつくからつくからね1 0ではつかんないもんねうん あれって元からついてるやつしかないんでしょ<ん>単品売りってないんでしょああついてるやつってあるんでしたか黒いベータ SGR はついてますよね。何ですかあの 130D の京都に。あ、そかそか。ベータ SGR 仕様って、うん。ベータ SGR 仕様っていうのがあって、ただ単品売りはしてないみたいなんですね、ベータ SGR。それは何フランジ仕様じゃないってことですか フランジ仕様ってえごめんなさいフランジ仕様フランジ仕様じゃないってこと？検索してみようかなあわ、うん、かんない付け取り付けのところがどうなってるかわかんないんですけど確かにそういうのお知らせありましたよね高橋のホームページに。うん でまあ、結局ね <laughs>、まあ、そのフォーカサ使うにしろイプシュの130の場合は180と違って、うんはい、ラックピニオンっていうのを排して、うんえー、そこに置き換えでつけるんじゃなしに130はラックピニオンつけた上での,、まあ、あのフォーカサーなんで、うん、えそうなんですかそう、うん、じゃああれなんだムーンライトフォーカサーとかと変わらないんだなんですかね なんだろう手で回すところをモーターで回してますみたいな感じになってるんだ、うん、手で回すとこモーターで回すのかなオピニオンの軸を回してるんでしょう<や>きっと違う違うそれはケアステック方式でしょ、うん、ああなるほど、うん、そうだから、うん、ラアンのピニオンはちゃんとまあ微動できるんだけど、うん、それとは別に、うんえー、その上にドーナツがくっついてるわけですよ、うんうん、だから可動範囲っていうのはやっぱドーナツがこうね動くわけですけど、うん うんうん、つまり楽観のピニオン型じゃない方がやっぱりいいわけですよねいろいろピニオンはやっぱりね重さをかけた時にいろん,ん,、うん、んなこうやっぱ型とかを生み出すわけですよちょっと今高橋のサイト見てるんですけど、えー、130D のウエーター SGR 仕様は楽観のピニオンですねああそうなんですラッああなるほど、うん、やっぱりそののカメラの、うん ラッカいのピニオの上にフランジのドーナツが乗っかってるんでしょな感じですねそれはね何でかっていうと裏話聞いたら結局ペンタプリズムっていうかデジカメのね噴火物頭のとこねあれが飛び出してるからどうしてもね干渉してしまうんですって。 だからそのドーナツに当たってしまって結局厳しいということで今そういう構成になってるんだけどだけど僕らは冷却 CCD 使ってるでしょだから CCD 使うんだったら別にベータ SGR をラッカーピニオンと置き換えでねやっても別に構わないということなんですよそれやりたいな本当 うん、やった方が早いかもしれないね結局フォーカスの時にね、うん、バックラッシュで時間食っちゃうんでね、うん、特にね竜之介さんの,あの新型のやつはねバックラッシュが非常に多いっていう話を聞いてるんで、うん、ああそうなんですかうん、うん コンパクトになったけどね。旧型の方が、まあちょっと大層だって、まあ、いいんですよ。旧型、新型って何ですかそのケアステックさんのフォース。ケアステックさんのフォーカス。うん。落下のピニオン自体を動かすための、その、まあ、モーターがあってね。なるほど。 やっぱとでで違うみたいまあないよりはすごい重宝してるんですけどやっぱりそのねビに、そう、再現性なんですよ行ったり来たりってことを必ずやるでしょピント出してねその時に行ったり来たりのその原点のゼロっていうところがやっていくうちにどんどん増えてくるのでそうそうだからベータスジアルみたいなねああいうバックラッシュのね現実的にないようなものを を使えばもう常に例えば0.135ミリだったら0.135って何回繰り返してもそこに来るわけですよ。うん。そうね。うん。そうでなくちゃね。理想ですよね。そう。うんすごい効率が上がるな。上がると思う。うん。そこ。ウッりが上がる。ね。だね僕が龍之介さんに期待するのは今年ね。 あのまあ、フルサイズの、ねまあ、最高スペックとも言われる、ね、29050を買ったわけじゃないですか、それをイプシロン130に付けた人、もしくはもっと言うと、ね、イプシロン130にフルサイズの CCD を付けたという前例があんまりないわけですよ、C と、うんまあ、いて言えば僕がカラーシストでね、まあ、1000万画素を今日のカメラで、えー、ちょっと低解像度ですけど、付、まあ、けましたよ、周辺像、綺麗に出るなということは分かった。うん <laughs> だけどやっぱり、えー、アンダーサンプリングんね <laughs>、うん、カッカカしてるわけですよ <laughs>、うん、もっと細かく刻めるだろうっていう思いがあるわけですよ <laughs>、うんうん、それを竜之介さんは、まあ、プシン1 3 0につけるわけでしょ <laughs>、うん、それがまず、まあ、みんなこう今まで聞いたことない話ですね <laughs>、うん、あ新たな試み <laughs>、うん、でそれ以外にそのやっぱほらシ s g r ねこれも誰もやってない。<laughs> 京都ぐらいのね京都と金額の同じぐらいだからねそうだよだけどやぱりうんかねいいですねそのバックラッシュがないとか再現性があるとかね欲しくなっちゃいますよね見ちゃってるからねこれ写真って再現性大事最も重要なファクターの一個じゃないですかねそうですよね そうですねだからまあしさんなんかはねまあベータ SGR ちょっとだけ遠のいたけどそれまたすぐ近づけて導入してほしいなとそうですねこれはね今年絶対導入しますよどっかでそれはラッカピニオンじゃないやつですねじゃないやつですねはいあの青いやつですねそう、星太郎さん持ってるやつの

で RGB 取らせておいて、ええ、あのね、冷却 CCD の方で L ひたすら撮りたいなと思ってサブ鏡筒はないんですか？サブ鏡筒が、うん、えっとね、ええ、今カサイのカプリの80っていう8080 80ミリの ED レンズのね、あの直接借りてるんですよ。今度はそれ搭載してちょっと撮ろうと思ってるんですけど。 赤道儀がちょっともう限界が来てるんですよねあの搭載可能重量っていうんですかね赤道儀んでしたっけセレストロンの CGTM ってやって高渉値1 8キロは積めるんだけどここまで積んで別に滑ることはないけども風にやっぱ弱くなっちゃいますね余裕がまあそうでしょうねそうか親子にするにしても並列 にするにしてもちょっと限界があるのでねあのバランスウェイトのシャフトあるじゃないですかはいはい、はい、あ伸ばすんだ、うん、はんあのね伸ばして今、うん、伸ばしてる状態なんですけど伸ばしてウェイトを軽くしてるんだけど、うん、あのその先端に、うん、望遠鏡をくっつけちゃおうかなと思って、うん、あまあわ、うん、かる、うん、分かりますけどねのウェイトの代わりになるような位置にくつけて、うんまあ、もちろんバランスウェイトもね何キログラム なんですけどなんだろうなウェイトシャフトを伸ばすというね一時ときね昔非常にこう伸ばしてねなんかパッと見ねゴルフクラブじゃないけどめっちゃ伸びてねあれね結構ね風に弱いんですよ。そう風に弱だってモーメントを増やすわけだからそうそうそう。 あれもねあれでねちょっとやりすぎると考えもんなんですよね。ですうん。15センチ伸ばしてますよ。あ本当ですか。うん。うん。やまあ中心に向かって詰まってる方が本当いいんでしょうね。その安定感っていうそうそうそう。うん。うん。そうでね。うん。積同期な。うん。 さんん何使ってで僕あのビクセンのですね SXP ってやつですよああ SXP? まあ外観はおしゃれな感じでね自分さんに合ってるんだけど合ってないんですねでもね写真でねたまにこう暴走するときあってねなんかいろんなほら便利機能官房に便利な機能がねビクセンはあるんですよね あれさえね、ちょっと悪さしなければね。まあね、ビクセンは良かれと思って搭載してるんです。まあそうそう。だけどね、写真のすごい邪魔してくれるんですよね。邪魔してくれるんですよ。写真の人だけじゃないから、そなんかそういうのってオフにできないんですか？いやオフにするけど、なんかの写真ね。ある時にリセットされちゃうんですよ。例えば電池がね、綺麗なんか切れかけがわかんないけど、そういう時に、なんかこうね。 リセットされてんですよでまたそのねおせっかいの状態がそうデフォルトの状態が余計な機能がいっぱいねオンになっちゃうんですよね。例えばえっとその十字キーをね押した時にその赤道儀のコントローラーの押した時に僕らだったらその機械軸方向に動いてほしいじゃないですか X と Y にそうですね。でもデフォルトはんかコードとかなんですよ。 東とかにして。つまりその地平線に対する。地平線に対する。それですごいね。すごい、じゃあ斜めに動いてくれちゃうんだ。そうなんですよ。それがこの間荒らなき時もね、そうなっちゃってね。星が斜めに流れてるみたいな。それ泣きますね。最初それ1時間ぐらいなんかね、何が原因なのか分からなくて、いつの間にかこうリセットれたみたいなとかね、あと4、5千越えのね、あの、 徹底とかも全部キャンセルされちゃってするんで、うん、稲葉ウはしてくれなくなっちゃったんで稲バウはなんか止まっちゃったのかなとその時警告みたいになって、うん、<laughs> まあまあそうそうそうなんですよまあそういうね今ういろいろあるんですけど、うんうん、まあその動作自体はすごいね、うん パルスモーターですもんね。ああ、そうでしたね。うましいんですよね。私、DC モーターなんで、特に<あ>。そうですか,ですか、うん。ね、限界があるんですよね。今、私、ガイド PHD2 でやってるんですけど、うん、やっぱりね、えっと、あれってなんだっけな、一秒角でずれ RMS 出るじゃないですか。うん、そうするとね、0.8秒角ぐらいで、うん、が限界なのかな。 RMS 表示値でうんピクセルでいうと私スーパースターを使ってるので4.59マイクロちっちゃいですね僕も一緒ですうんれでいうとね0.6ぐらいかな0.6が限界0.6ぐらいが限界え焦点距離は何ミリですか500ミリあ500ミリかうんそれ以上はねだめ追従できないんですよああそうですか 分解能の問題だね分解能の問題多分ねバックラッシュが大きいからあの0.6マスぐらいで行くんだけども零点0.6の時間がやっぱ長いんだよねすぐ戻ってくれなくからやっぱねちょっと星が満足できないことが多いですねだけどね私星像満足できなくてもコンポジット買っちゃうんですよ あの今後の結果はあ<ー>まあだめになる可能性がもちろんリスクあるんだけど、えー、CCD スタックでやるとシグマクリップとかに、うんあのー、そうシグマクリップで弾くのと、うん、あと最初の,あのレジストレーションのところで、えー、やっぱり自分の星使いたい星を基準の画像にしてレジストレーションをかけるとか一応のよくなってほしいという願いを込めた、うん 一回ねあのスローさんに「うん、悪いな悪いなんだろうな取れが悪い画像でもそれなりに使い道があるよ」っていうで、うん、例えばこう星雲の,の解像度を極端に要求されないような、うん、あの部分に例えばねガスのこう,うねうねの,、うん、の滑らかさには貢献できるでしょっていうような そうですよね。うん、そういう方に、あの、使うようにとかね、してるんですよね。そっか、そっか。うん。せっかく取ったんだから、使いたいですよね。本当はね。あの、星ぞ、製造には、ね、使えない足引っ張っちゃうけども。うん。数の部分とか、バックグラウンドの滑らかさ。うやっぱり十分貢献できるものが多いと思うんですよね。うん。そうか。そうです。 この辺スローさんに私は1回だけしかアドバイスまだ受けられたことないんですけどすごい的確なアドバイス頂い,いてちょうどあの天才のメンバーにもいらっしゃいますが最近出てきましたね。出てきました、ね。<laughs> ね、別写真に登されていてすごい私もねあの,あの方のコメント見るともう嬉しくなっちゃうんですよね。<laughs> 得るものが多すぎて、ああまあね、適、えー、ですからね。はい、熱給されている方のコメントは違いますね。こだわってるからね、撮影。こだわりがね、半端パじゃないですからね、いろいろね。ううあのね、こだわりで言えばやっぱりヨちゃんのこだわりも私すごいなと思ってて、最近あのようやくコメントがあの回数が出てきて。 飽和点のところがねなんとなくね分かりかけてますまだちょっとねできないんだけどもあのここ1日2日のよっちゃんのアドバイスからなんかねつかみかけてきてるかなって感じですねおそれは何をつかんでるんですか分かんない飽和点でしょ星のあれの例えばアンドロメダとか その目立っていうかまあオリオン大西音でもそうですしアドバイスしてたのは M42 のところではいねまだ飽和点ができてませんいうそうですねまあノンリニアにした段階でその会長がひっくり返ってるっていうね ステライメージのフィッツ段階でねそこはやっぱ会長がまあ本来明るいとこ暗いとこが逆転してるわけですからそこはやっぱり飛ばしておきたいとで飽和点を確保するそのまあ意義っていうのはやっぱまあ色っていうのがねクライマックスに向かってほら夕日の光じゃないですけどこうぐッと上がっていくところがあるんですよねうん。 赤がずっとこう伸びてって G と B はもうそのままずっと平行線で赤は伸びていくもんだからその差っていうのが色差ですね色差っていうのが飽和に向かってぐーっと開いていくんです差がねつまり中心に向かってサイドがぐわっと上がるで飽和点が確保されてると飽和っていうのは255でしょつまり色差がゼロじゃないですかサイドゼロですよ サイドをマックスのところから急激にサイドゼロにそのもうガラッと変わるドラマティックなところが人にんていうかな鮮烈なインパクトつまりその光のエネルギーですよこれを印象付けるわけですねその写真のその光のパワーっていうのは絶対使っといた方がいいんですよ取り入れなくちゃいけない天覧写真でもうん でそれを見やすく可視化したのがラブチャンラブっていうのかな ?LAB の A チャンネルだったり B チャンネルだったりっていうことで理解は正しいですか ?LAB?、うん、まあそのそれが周りを見ればそれは今言ったのはよ、ねあ,あ,うでね、あのんだろうなまあ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 とあま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 あそうそうそうまあ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  そうできる一つの形だね。で、したところっていうのはニュートラルだからグレーですよね。ニュートラルグレーになるんですよね。白いと。だからまあ、完全には分かんないのか。ちょっとなんか、はっきりとは分かんないのかな。そうだね、計50%ぐらいに多分なるんだよね。そうそうそう。うんうん、そうですね。その通りです。で、周りが落ち込んでるから、計の割合が。 高くなって、こう、黒ずんで見えるんだよね、星の周りが。うんとね、黒か白かですよ。あの、G チャンネルだったら黄色の星の青い星。よくわかるな、もう。ただ、本当ね、龍之介さんはね、ここ数ヶ月で進化を遂げましたよ。いろいろ MC とかね、そういう、まあ、場数踏んでもらって、だいぶ追従してますね。僕の言うことをちゃんと、先あるして言ってますね。意味わかった、そうなんだ。うん どの色からどの色への転び具合っていうのが A だったり B に出てくるんだえっと要するに B チャンネルのプラスは青ですよね。で違いま逆逆だっけプラスが黄色だっけでマイナスが青そうだっけまあどっちにしてもそのチャンネルごとで色の転び具合があるんだ。 色の転びっていうかねサイドですねあれはサイドなんですか縦そうですね色の差色さうん色差があればあるほどサイドは高いそう例えばね B チャンネルでものすごい白い点があったとそれっていうのは B プラスだから白っていうのはプラスだから128のグレーに対して200ぐらいのポツっていうのがあったとそれはかなり白い点になってて グレーに対して白いですよね。その点はね。はい。そうですね。うん。それっていうのは B のプラスだから黄色いあのまあ要は高サイドな点なんですよ。うん。ああ黄色い星だ例えば。まあでも黄色い星の中心っていうのはまあ微光性だったらまあありえますよね。白になってるからあれか。うんそうそう実際には規制は真ん中は抜けてるわけですよ。百二十八にグレーに抜けてる。うんうん。うん。 そうそうそう真ん中はグレーになってるんですよ規制はねで、えー、青い星だったら b スだから、うんえー、そのグレーよりも暗いこうのが中心に向かってググーッとこう黒くなって黒くなって最後128というグレーのちょっと明るいのでポツンと抜けてるとそうですねそれが青い星の理想形、うんうん、黄色い星の理想形は 同じく中心は128のグレーなんだけどどんどん中心に向かうに従って裾野からずーっとこう白く明るくなっていって最後グレーにグッと落ちる。うん、そうですねでしょそうなってる、うん、今ねあの当初のカバー写真だったよっちゃんの,あの三つ星のやつをね見てるんですけどそうなってますね。うん そ,うそ,うそこでまあ夕焼けですよね夕焼けのあのああいうこパワードラマチックですねドラマチック<の>ですねその色って<う>いうかねそのサイドのスイ、うん、そうですねうん、うん、明暗とかね明暗でコントラストを生み出してドラマチックを演出,演出するっていうのは、うん、まあ大体みんな分かるんですよ明るいくらいでね、はい ね、L チャンネルに HDR の処理かける、うん、フィルターかけるとそんなになりますからねまあねそうね、うん、明暗がつきますよねそこはね誰もが分かるんですよ、うん、だけど色もそうなんだよと、うん、色っていうのは色差つまりその色の RGB のそのんていうんですかね差分それが広がれば広がるほど色の濃度 純色度は高まっていくんですね。うん、うん、それが法案に向けて夕焼けじゃないけど、ぐーっとこう。色の差が開いて、うん、b と g はそのまま平行線なのに r ばっかりがグーっと上がっていく。うん、どんどん差が開いて、つまり彩度がね。うんうん、上がっていく、うんうん、でビビットになるんだけど、最後どんでん返しで。 それが飽和というサイドゼロ、無サイドの状態になるわけですよ。うん。それが AB チャンネルっていう、その百二十八のグレーで、中間が星の部分飽和が抜けてると。あの、そこのどんでん返しに、人は目が、ね、まあ、時には痛いと思うし。ね、鮮烈だっていうふうに思うし、光のパワーを感じるわけですよ。うん。そう、その大事な美味しいところを。 なくしちゃいけないだろうとかね、うん、うん、そこを、ええー、飽をね、なくしてね。うん、二百四十とか、三十とか。うん、うん、なんとなく、もやもやとグレーみたいな感じで、飽和に至るみたいな。うん。もったいない、ね。そうそうそう、もったいないって。ねうん、もったいないっていうのが、あれだね。 感覚なんだねせっかく素材としては記録されてるのにそれをねまあノイズ処理からあえて抑えちゃう必要はないダストスクラッチでこすったりとかさうそうまみの成分をねそ捨てちゃってるような感ね日本人らしい表現ですねうまみの成分。

うんまあ、紙であったり、まあ、それはね紙に出さない人はまあディスプレイでもいいですけど、うんうん、光を宿したい、うんうん、その紙という平面とか二次元とかね、まあ、モニターでもそうですけど、うん、光ってるあたかも光ってる、まあ、よく今まで言ってきたんですけど、うん、紙なのにあたかも光ってるように見える。うん うん、そういうの、こうね、この、まあ、因果なり、そのプリント用紙に。宿すには、どういう表現すればいいのかな、どういう撮像すればいいのかなと。うん、やっぱ、さ、写真の原点だと、僕は思うんですよ。うん。そうそう。そこですよね。うん。ね。うん。そうですね。光ですよね。うん。光、天体写真。うん。うん。そう。 そのね我々デジカメじゃなくて今まあね冷却 CC やってるでしょ高い機材やっぱ使ってるわけじゃないですか高い機材なりの何かこうアドバンテージを出していきたいですよねで僕思うんですけど16ビットとかねああいう細かく刻む物差しでいうとすんごい細かいこうねメモリがついてるわけですよそれはじゃあねそのまあ例えば6万5000回ちあるとしたら 6万5千のうちのほぼ5万とか分かんないけどほぼ大半っていうのは何に使われるかって言ったら星なんですよ。っていうのはわずかレンジでいう1,000とか2,000カウントぐらいしかなくてもうほんと細いものをグーッとストレッチして引き伸ばしてるんですね。そうですね。ですよね。じゃあまあそのねフレイルキャパシティじゃないですけど飽和の限界点が例えば16ビートじゃなくてリアルに3万しかないとか。 3万あるんだったら3万の中でそのまあ3万のうちの 2, 千2万5千とかをほぼその星の会長でね引っ張ってるわけですよ。 ヒストグラムで言うとね裾野がまあ40バックグラウンド 45g のところにこう、ね、山が立ち上がってて富士山がねでそこから裾野がずーっとこう,こうね、うん、低い感じでこう伸びてるじゃないですか、うん、255に向かってねあの細いところが全てもうあのビット数割り,当て割り当てられてるんですよそうですよねうん、うん、だからやっぱり、まあ、星の表現星の,その、まあ、トーンの豊かな表現であり人の光 はいうん、まあまあ,あ M42 とかああいうねと、うん、りわけ明るいやつはまあその星雲自体で表現できるんですけど、うん、アンドロメダとかね、うんうん、要は光ってるように見える美しく光ってるように見えるそこがやっぱ見せどころじゃないですかね。 んかね僕ばっかまたほらねやいやいやこれはでもいいお話でしたよ今のきっと皆さん思いますね結構これちゃんとね最後まで聞いてくださってるらしいですよあ本当ですか噂に来るとうんうしいですねおっぱいでも結構そういうねことを言ってくれた人が多かったんであそうですか 龍之介さんの声聞いてますよっつってそう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 ,そう、うん、<laughs> なんかいい声してますねってあれを言えたねとか <laughs> いう人もいたしね龍之介さんの声にはもうジェラシーですよねそうですかあそうだよちょっとあの <laughs> ミキサーいじってこれちょっとボイスチェンジできるように研究しておきますわ <laughs> あちょっとねこう性転換的なねなんかこう あれねこの甲高い声がね多分聞いてる人ちょっと耳痛いからこいや全然だから大丈夫ですよその点僕はまあ,あのその2人をね足して2で割ったような声ですよそうか、うん、よっちゃんの声通りがいいですよねねですよいいしね、うん そうですか。僕ね、最近滑舌を崩すようにしてるんですよね。最近ちょっと、あの、後半になってくると怪しくなってくるんですよ。うん。あのね。くなっちゃかわかんないけど。そうそう。日本語っていうのはね、多分ね、外国人から聞いたらね、かなりなんか、まあ、あの、ほら、ドイツ語とか韓国語じゃないけど、カクカクしてるんですよ。でしょうね。だから、もうちょっとこう、イングリッシュチックに、ね。 新年明けましておめでとうございますみたいな感じで、新年明けましておめでとうございますじゃなくてね、もうちょっと滑らかに言ってもいいと思うんですよ。僕ぐらいの感じで。滑舌悪い。まあまあ、ス助さんは噛んでるだけだけどね。滑らかにもう言ってもいいと思うんですよね。そういうの最近僕意識してるんですよ。わざとやってますね。ちょっとこう、なんとなくね。 薬が回ってきたたみいなそそそううう正しさはねまあねこれ2回目ですけど結構ねまあこうほらかまずにねしっかり自分の主張を伝えてうまいことこう喋ってると思うんですね。今後はですねあのもうちょっと毒系に走るのかもうちょっとねそうですよね以外にもね もしくは、まあ、星田さんじゃないですけどちょっとこういじられ系に走っていくとかこ <laughs>、うん、の2曲どっちかこの要素が欲しいなっていう感じがしますね、えー、僕は<あ>でも、只石さんのキャラはこれで好きですからね、僕は完成されてますか完成されてるような気がする,るいやね、まだね、田さんね、星あのた生、只さ,、ね、さんの魅力っていうのがね <laughs>、うん、発掘してない部分があると思う回目だしねそれはね,、うんまあ、ね。うん。 いや、でも、そうですあの、僕は、そのブログとか、その天才の中のコメントとか、そのまま出てきてる感じがしますけどね。あ、まあね、一致しますよね。どちらかというとね、リスナー代表みたいな意識があるんですよね。え。すぐ聞きたいな。うん。なるね。誠実な感じ。投げちゃうぞ。うん。特にね、今日はね、前回と比べたら。 あの、ちょっと広域が、まあ、まろやかになって、あの、本当でティービックさんの声聞いてるような感じですね。あの、ティービックさんの声は、あの、聞きやすい声ですからね。そうですね。まあ、うん、うん、中域がこう、ふくよかな感じで。うん、うん、そう、柔らかい感じですよね。ねうん、今ミッドゲインが一番上がってるんでね。<laughs> あ、そうですか。<laughs> はい。 じゃあねそれプリセットでもう保存しておきましょう T フィックスって書いてね T フィックスボイスって書いてそれプリセット保存しておきましょうはいありましたはい。ねえうん本当はねもっとねいっぱい聞きたいことを山ほどあるんですけどねまだまだこれからねこれからねちょっと何回かに分けてねそうですねはいうん。まあでまあ僕らだけじゃなくてね 今まあそういう呼びかけもしてますけど、うんまあトークにね、うんまあ積極的に、うんまあ文書でね今こういろいろやりとりしてますけど、たまにはねこうやってね喋ってもらうというね、うんまあその天才のなるんでそうそう、多分いますよ。んいます？あの出てくれる人言えば、あ本当に？のれ、へえなんかちょっと記事書きますか。本当ブ興味がありそうあれ、ん方もいましたよ。ちょっとコメントの中だ本当に？ うゃましたゃべるのも楽しそうですねみたいな。ああ。楽しいんですよ。ありまそう。まあ僕らもね、僕も龍之介さんも、その方に、ゲストの方々に結構合わせますからね。あまあまあね。そうそう。聞くときは聞くしね。うん。私一方的に喋ってる感じですもん、だって。ですか、前回聞いて 前回も今回もなんですけど今回かなり僕の話をんかこう聞いてもらったような感じだったですけどそうですか聞く人間になれたのかな俺前回だって大丈夫ですよ大丈夫です多分半分ぐらいはほとんどよっちゃんがしゃべってるっていうそ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 ういうバラそうでういんですよこのトークはうそうそうはうそ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 すそう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 ねそうそうそう うんあの喋らされちゃうっていう感じがありますよね。<laughs> あそうですね。うんうん。初子さんにもね共通するんですよね。ええー。僕とこうトーク長続きするという人はやっぱね聞き上手なんですよ。うん。そう気持ちよくさせるのかな。うんですね。喋喋り,りてよ。ああすごいね。初 <laughs> ーさんとよっちゃんのやつはねあのねこうなんていうんですかねあの。 あれ関西弁じゃないのかな何弁っていうのかすいませんちょっと把握してないんだけどあのね掛け合いがね面白くてね内容が頭に残らないんだよね面白すぎちゃってっていうぐらいねんかこう面白い面白い面白いですよねやってくださいよそうそうやってくださいよやりたいですよねまずはあの人がフェイスブックというかねアカウントになってもらって うん、この間そう本物を見てきましたよ。ああ、そうそう。うん。どういう仕方なんですかいや、あのままですね、あの遠くの。そうなんですね。そうそう。うん。本当にね、まあ、穏やかな人ですね。うん。穏やかだけど、すごいこだわりも持ってて。はい。うん。でも、本当おおらかな人ですね。へぇ。 おこいたいですけどねオフ会でもちょっとほらねこ軸の話に行きかけたけどこれもやると時間ゃうかってあえてちょっとそこはリミットかけてあれを聞きたいあのままあの続きを聞きたいあうじ軸はねあの人いろいろあるでしょうねきっとうんとか聞き出したいですね僕はとうんうんうん まあね、自作の、ね、能力もやっぱたけてますしねもうでも自,です自作もされる方なんですか冷却の時に確かにやってるそうですね本当ね自作系はねあの人にいろんなこ,うことを教わりました、うん、<ー>これはこういう接着剤使った方がいいと思うでとかね細かいことすぐ出てくるんですよ引き出しがやっぱ多いんでねへ、えー、そうそうまあすごいですねやっぱり、はい、うん でまあただしさんはねまあ今のこう世代のじゃないですけどこうそういうねあのこう操作系というかこうねまあパソコン絡みのねでまあちょっと楽をしようじゃないけどうん、うん、そういうのやっぱねすごいんですよそれはう追求点の一個かもしれないですねそうですねでもねあの楽しよう確かにそれ一面なんですけど、はい、私のその当初の当初かな思いっていうのは。うんうんうん 再現性の高さななんですよなるほどね、うん、例えばこう、うん、工場で最先端の機械を組み立ててるパートのおばちゃん、うん、前何年間もこうね習熟してた、うん、けてるわけですよ下手すると正社員よりもこの人に組み立ててもらわないとうどまり悪いっていうような時代ですからそれがこう、ね、新しいアルバイトの人に代わっても、うん、同じクオリティで物が生産できるようになるのが夢なんですよね。なるほど だから自分が不注意でもある一定のクオリティこは保てるようなそこをね人間のフォローをさせたいなと思ってるんですよね機械にそこのこだわりは近江少年さんに似てますねあそうですかそう人もそれ系ですよねそうですよねそれ系ですよねかもうとことんそういうシステマティックそうそうそうあのね緻密なフォロー拝見しましたよすごいなあれそう1か月ぐらいに更新するからねあれね あ見直してるんだそうですそっち変わってます基盤図みたいなやつ好きなんですね組織図好きなんですねそれと似てるかもしれないですねタクさんと話してて撮影はそれでいいのかないやそれでぶどまりさえあれば本当僕はねそれ一番いいと思います撮影はそれでいいのかなでもね処理はね画像処理はね ねうん、僕ねあ、うん、ちょっと違う考え持ってるんですよねうんだとしたら最終的にじゃねそのオートマチックでは、うん、やり、まあ、まあやるところとキャリブレーションとかオートマチックでいいと思うんだけどうん、うん、やっぱり最後はねうん、うん、人の感覚を入れたいですよねそうですね、うんまあ、一時処理にしてもね フラットにしても、まあ、いつものやり方でちょっとこう合わなかったっていうこともありますしそれをバッチで全てやってしまうと、うん、その過程でどこに落とし穴があるのかっていうのがこう見抜けなかったりしたままそのまま後処理に進んでいったりとかっていう落とし穴もあるんで引き出しはいっぱい持っておくんですよ引き出しはねすぐさっと取り出せる。 うん、ただやっぱりこう目で、まあ見極めながら、こう一歩一歩こう進めていくっていう。うん、まあやっぱアートだと思うんですよね。うん、僕はね。うん、いや、そんなことないよって。いや、だって、ただしさん、プロセスやってる人もいるし。渡辺さんって、どっちかっつうと、そういう一個一個目で見ながらやる、やでしょう、画像処理のところ。画像処理はね、見ながらやりますね。ですよね。それより。認識しね、あの、なんだろうな。 鍵、うん、にバッチみたいな形で処理のフローがあってもそのパラメーターはその都度決めるって感じですかね。うん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 ,、うん、うんいやそうですよね。うんもうそうですけどね。こうやるんですけど。うん最初はね変わってくるからやっぱりいろいろ不確定要素が。うん、そう不確定要素がいです,よ、ね、解体するからね。 うんそうなかなかねシステマチックに行かないところがありますねまあ行くのは理想なんでそれで行っちゃうんだったらそれはいいんだろうだろう特にキャリブレーションとかね下処理なんかも全部ワンタッチでできればそれ楽なんですけどね ただね、うん、それもね、うん、目で見てこう決める引き出しどろ、どこにしようかな、こう選んで、うんうん、そういうやつをこう極まってくるとですよ、うん、極まってくると、もう本当にもう直感、まあ、目で見て、感動的にそれを脳、ねうんえー、で感じて。 そこがもうそのまま右手の,そのマウスのクリックの左キックリック右クリック直結する時があるんですよ。<laughs> あ<ー>完全にその見ながらもう補正っていうのが考えなくても勝手に手が出てるみたいな、うんうん、そうなるともうそのバッジとかよりもはるかにそのこう人間のこうねアート的なセンスの方が勝ってくるような時があるんですよねギターの,、ね、あのアドリブじゃないけど、うん、なんかそういうのがあるんですよね。 まあそういうことをそうやってるとねやっぱり見る目っていうのかな最近僕ね自分で分かるのがねかぶりが本当にに見えるようになったんですよねそれはすごいとにかく分かるようになりましたね僕前に比べると一目でこうここここまあその大御所王人さんほどじゃないと思うけどうんか前は絶対見えなかったものがうん 見えますすね今ね今れ、えー、れはあれです、ね、目が超えてきたんです、ね、そういういことなんですかね私ねまだかぶりわかんないんです p、ね、s, <S,、うん、<S とかでなんか落とさなくてもわかりますねその絵を見ると。うん、そんなことは前は全然なかったから、うん、ちょっと驚いてますけど、ね、自分モニターっていうのもあるかもしれないですね。 それもあるのかなモニターのね、キャリブレーションはでかいですね。色の差を忠実に再現するから、環境もちゃんと整えてるし、かぶりは逆に。どうぞどうぞ。ああ、一緒キャリブレーション。キャリブレーションしてあると、要は表示される色を最終目的にするじゃないですか。処理した結果、こう表示されたら、自分の中で OK って最終判断するでしょ、どっかのタイミングで。 ってことはその目標に対してどの色がこう邪魔なのかとかどれが足りないのかっていうのが見えてきたってことだよねきっとそうではないのかないや単純にかぶりですよあの郊外とか例えば緑グリーンがかぶってるとか、うん、そういうのが見えてきた、まあ、まあああああうああああ らじゃないまあだから過去に龍之介さんがこれでよしとしてね豪邪に出したやつを後からこう1年後にね振り返って見た時にあれ全然ょいひどいですよ今見ると前のやつと。それはまあある意味進歩なんでしょうね。半年ぐらい前の見るとねよしとしたわけだからそうひどい。その時さんざん言われたんですその大見少年さんにね。 かぶってるよう分かんないしっていう感じだったまあいいじゃんって感じでそう思うまあそれがねやっと分かるようになったっていうねありれは散々こうやっぱりやったかにね自動化せずにやったからでしょうねうんですかねっていうのがありますね目がやっぱり鍛えられたんでしょうね補正は課題だな俺でも結構分かってるんじゃないですかそうでもないですか落としててみ とサイド100にしてみてサイドにしきつくしないとわからないうん、うん、っていうことそのこれかぶりだろうと思ってのぞいて RGB で合成してサイドをこう整えてったりするとどっかあれちょっとこれちょっと落としすぎちゃったかなとかそういうのがね出てきちゃいますね。うん、まあ僕もそんなにねそこまで精密じゃないですけどね。うんうん もね、今日思ったのはね、正さんね、話してて、LAB についてのちょっと理解が薄いかなっていう感じがしたんですよ。はい。まずそのね、B チャンネルプラスマイナスがあって、そのプラスマイナスの振れ幅っていうのは、サイド、つまりその色差を指すんだよっていうことね。色差。色差を指すんだよってことね。その辺ね、ちょっとこう、LAB の AB チャンネル。 L は大体想像つくでしょうけど AB チャンネルをもうちょっとねいろいろ自分の作品他人の作品見られるとまた変わってくるんうこれね本んと Facebook のグループってすごいなと思ったのがあのこの「天才」のグループページ開けるとメンバー一覧とか写真が見れるじゃないですか。 このね写真のメニューにある「写真」というタブをクリックすると皆さんのアップしてくれた画像がわーっと一覧で出るわけですよ。もうねダウンロードし放題でねもう LDA 吟醒と思ったらね私今ねこうやってやりながらねあのフォトショップ裏で立ち上げてて78個立ち上がってるんだけどもうねあの話しながら比較できるからね質問が次から次へと湧いてきちゃうんですよね。<ー>ね写真一覧出まますすからね、うん、これはねはごいいグループ作ったたなと思いました確かに ね、もうだって、うん、有名どころの方が勢ぞろいって感じですもんねそうですね <laughs> この中に今ねで,すよねでちゃんとまあ批評とかまあね3時ももちろんのことそういうことが言え,、うん、言える、うん、言い合える、うん、別に決してなんかねピリピリした空気は一切ないですよね誤解されやすいと思うんだけど多分ああまあねぶ <laughs> 道場とか言ってたからうん うん。そうですね。いや、で、どっちかっつと。和きあいあいと自由な。空気が流れてますよね。今んとこね。流れてますね。うん。うん。そう、なんか、すごい突っ込まれてね。打ちひしがれるんじゃないかとかね。多分、中には打ちひしがられてる人もいるかもしれないですけどね。で、そうですね。打ってる人もいると思いあのね、打ちひしがられちゃうのは。 えっと、悪い点指摘されてじゃなくてそれに対する解決策があの糸口ががねねめないからちちひしがれちゃうんだ、ね、きっとこれが何かこうトライやってて A と B っていう選択肢があって、うん、A が良かれと思ってやったらなんかちょっと違うことを言われた自分の本意じゃないとこ言われたとうん、うん、したら B で行こうってこうねうん、うん、打ちひしがられないと思うんだけど。うんうん 何でしょうねそのね台案を出すようなところまではねなかなかいかないと思うんですよね。うん、うんだからこう八方塞がりになってうし打ちひしがられちゃったような感じになるのかなって思ってます、うん、僕初心者の方にはね、うん、今日もちょっとあのやってたんですけどパ、うん、ラメーターのその、うん、あそう具体的なね値<字>まで結構ねそうそう書いてますよね。う でそうするとね、みんなあれなんですね、すぐにあのこれでやってみたんですけどっていうような形でね、うんうん、すぐレスパイしててくれてるんですよね,まあ,あ,れあ,れねあれでちょっとこう実感していただければ、うんうん、初心者じゃないかもしれないですけど、僕、分かんないんですよね、<ー> <laughs> 経験年数とかあんまり分からない、その相手の方。 アドバイスしてますけどねあれね、私もね、活用させてもらってて、うん、ああそ,その方が、うん、掲載したやつを、竜之介さんのアドバイス通りにやって、どういう違いが出るかをね、確認してるんですよ。ありがとうございます。うん、なるほど、と思って。うんうん よっちゃんが言ったことも私ちょっとわからないなりにもね他の方にアドバイスするところを自分使い方もできますよねそう必ずその元画像をダウンロードしてアドバイス通りにやったらどうなるかをね確認してますね今のところあううんそれはうまくなるわ引き出し増やしたくてねうんまあね例えばそのアップされた画像を僕がダウンロードして で加工して、それでうまくいくような素材だったらいいんですけど、そうじゃなしにやっぱりもう、ステライメージの源流に戻らないと、会長が逆転してるから、難しいというケースもあるわけですね。ありますね。それはね、戻れというしかないんですよ。これじゃあ、まだちょっと次に進めないから、もうん戻ってくださいというしかない。 結構そこの切り分けありますよね。あそういう競争と僕もそういう一つコメントしましたけどあの要するにええとねシャドウが切り詰められちゃってなくなっちゃってなくなっちゃってね。ああそれ戻るしかない。ちょっと戻るしかないなってことで。戻るしかない本当に。ですよね。うん。しょうがないですよね。うん。もう何回も何回ももうね戻ったり。 何回かか言うしないね最終的にそれでも本人何回言ってもよしとするんだったらひょっとしたらやっぱモニターの環境が違うんじゃないのっていうねそういったところも踏み込んでいかないと環境わかんないからねそこもやっぱ聞いてみるとあとなんだろうなそこで自分でそこが自分のベストって思ってる可能性も否定できないですよねねままああね。 うん、それあれまあそうだな、うん、もしそういうことがあって、うん、それでもこうコメントもらう場合にはいやこれがもう私の中のもうベストなんですっていうのをね、うんうん、ちょっと意思表示してもらいたいなっていうのもありますねでも,、うん、でもね僕が見出すエラーっていうのは、うん、例えば龍之介さんが今言ったシャドウを切り詰めすぎて情報が欠落してる、うん、つまり一部分ね、うん、面積的にベタになってると。 黒べたになってるっていうねそういう症状っていうのは、まあ、あの好みとかんじゃなくてやっぱ写真やってる以上会長っていうのは情報量っていうのがあんま必要なんで例えばね画面の4分、まあ、いやもう画面の3分の2ぐらいアンドロメダの周辺のもう3分の2以上が黒べたになってたとしたら、うん、もうそこに会長がないわけじゃないですかです、ねうん、だからねそこはねエラーとしてやっぱね貫く。 好みですからねって言ってしまうとちょっとは違う確かにそそっかそっかなるほどねと例えばねヒストグラムでここからね左側っていうのがスパッとこう落ちてますよねこれも情報が欠落して一部写真じゃなくなっちゃってるんですよとインクでベタって塗ってんのと一緒ですよっていうねそこはんかまあんかこう客観的な 何かヒストグラムとか何かを使ってあそうなんだと違うんだねってそういうところはまだねエラーの場合はねそっかそっかそうですね問題なのはねサイドの高さとかそこですよね認識の違いというかサイドが高すぎるとか言っても結局ねまあんかすごい 主観的なな言いい方じゃないですか言ってたらあ、ね、僕はね上級者のみよく落ちるんですけど僕も人のこと言えないところあるんだけどただ、うん、え僕が意識してるのはうん、うん、サイドの高い低いの、えーうん、好みっていうのはあるんですけどねだけどねエラー、まあ、あるところ一定コストエラーっていうのがあってそれは例えばバトーセウンのね赤色。うんうん これをグッと強めてに、うた時にその反対の G チャンネルみたいなのが背景の本来その成分がないようなガスがないようなところよりも黒くなってしまってるこれは宇宙背景よりも宇宙背景よりもそのガスのあるところのが黒いっていうのはおかしな話まあその暗黒成分じゃないかというかねうん。 そうそういや東米の100のそのねバックグラウンドよりも黒いってわけじゃないですかそういうのはやっぱり反転まあ会長の反転って意味でサイドを例えばね50100って上げていくと赤がどんどんどん成長する赤成長さるだけだと色の差がつかないから今度はアルゴリズムが G と B を下げようとする赤を強めるためにね G と B をそのバトンの赤だけ下げに行くんだけどそれが行き過ぎてそのグッと落ちていくのが背景のバックグラウンドよりも暗くなってしまうとおかしいですね。例えば宇宙空間で G フィルターグリーンのフィルターをつけてそのバトンの付近に撮った時に背景宇宙っていうのは真っ黒だから光はないはずなんですよでもその光がないところよりも黒いっていうのはどういうことっていうふうに思うわけですよね。 だからせめて背景のバックグラウンドと同値それ以下になったらおかしな話になるんでなるほどだから僕は言うんですよこれひっくり返ってますよ G がつまり G 掘っちゃってますねってこのバトンの赤のところサイド上げすぎて G 掘っちゃってますねってなるほどえぐっちゃってるじゃんみたいなそれは一つのエラーだから僕はそうやって言うそっかそっかうんだからね批評する側もね いろいろね、やっぱ、これはこうだから、こうなんだよっていう。うん、そう、そう、やっぱり磨くところがありますよね。うん。なるほどね、そしたら納得するもん。うん。そう。そう、やっぱりそうやって、コメントするほど、もね、本当にあれですよね。結構。勉強させますよ。大変勉強になるしね。 やっぱり変なこと言えないですからね、特に初心者に対してね。感覚論でね、これちょっと僕の好みじゃないよみたいな。そういう言い方するのはよくないですね、落ちやすいと思うんですよモニターも環境も違うから、でも会長がないというのは、もしくは白飛びがしすぎてる。 そこはもう白ベタになってるわけじゃないですか飽和点が僕必要だってずっとこうね言ってるけど飽和点の面積を増やすことが目的じゃなくてそのの中心の角のところの1ピクセルでもいいから255ていうのがあってほしいんですよそうそうそれを言ってるだけだって決してその白飛びさせろって言ってるわけじゃないよね面積増やせって言ってるわけじゃないそうそうですよね いうなれば画角の中の一番明るい星の中心まあでもだけってことはないかある程度の明るさの星の中心ってことですよね。そうですねに設定してやるということね。そうするとこうね力が入るっていうか一般的に綺麗と思えるというかねサイズが高いと思える作品になりやすいなりやすくなるってことか。 毎回ツバルそうなんですよねあの飛ぶ瞬間あ飛ぶ瞬間ね姿勢が綺麗じゃないですかとにかくねそのさっき言ったフォワード天作り方がすごいうまいじゃないですかそのいい例があって天文ガイドの2015年1月号 ひちゃんあのスバルで入選してるんですけど、年の月あれそうそうそう、12月に発売されたやつだから、今、販売してる中では最新号だよね。そうだっけだって、次はほら、1月5日でしょ次の号の販売、2月号は。じゃなくて、12月5日で販売。ごめんなさい、ごめんなさい、あれね、あれね、あれ、 のこう入選作品私初入選したから撮ったんだけどあの雑誌あの中でね一番綺麗だって言ったらねうちの子供たちねよっちゃんの写真って言ってたおー見る目あるじゃないですか分かんだけどだって俺のあの螺旋超自信満々で見せたら嘘っぽいって言われたからね まあそれはね、お父さんだからっていうね、お父さんだからっていうこうバイアスがかかってるんですよ、多分きっとね。あのね、やっぱね、スバルはね、相当自然に見えるみたい。あ、そうですか。ヨッちゃんは本当にスバルですよね。得意技ですね、スバルね。そうなんですか。毎毎年そうですよね。安定安定のスバルって感じしますねか、ヨッちゃん。こんな気がする。 毎年これっていうのはんかやっぱねあんたたちじゃないけどんかこうねっ毎年ちょっとずつでもいいからっていうのはやっぱ持っておきたいですね僕はでもとにかくね2年前3年前かもうすでに2012年のね「んあのスバルなんですよ僕は一番好きなの最最の時のやつですねかな逆さまになってるやつね だっったけあの怒り怒型になってるというかこうああそれはあれでしょうブログの掲載ねでかくアップするときにってやつですねああそうなのかな作品としてはねちゃんと着た上にしましたけどああそうなのかなあれはねなんかね変な名前つけたんですよ交際とかなんかそういう名前つけたんですよ交際っていう名前つけたんかな確かうんなんか凝ってたんですようん夕日なりそのほら一般写真のねこうなんか光り輝くような やってたぱ「バーテンがやっぱり一番重要だろうってあれはちょっと感動的ですね見てくださいございます2012年です2012年まあ僕はねそういうアルバム的なものはもうあえて残してないんでブログだからどんどん下がってっちゃう一方なんですけど前のブログですよね前のブログですね前のブログですよそうですねうん うん、なるほどあれはそのさっき言ったその夕日のクライマックスに向かってみたいなそういうことがね雑巾理論の実践作なんですね雑巾理論雑巾理論 <laughs> 雑巾なんかね雑巾理論とはまた違うのかな違います、ね、雑巾理論はあの結局ねコントラストを上げたものに対してのサイドっていう、ね、そうですね、うん それとはまた別それとはまの法和に向かっていくところにその水位かなサイドの水位というかその夕日ですよねそう夕日理論ですか夕日理論それがねすごいたくさん規制があるからわかりますでもね夕日とかああいうね飽和点のその光彩光の彩りそれ追求していくとねやっぱねアドビー RGB モニターが欲しくなるんですようん ああいうところっていうのはねやっぱね SRGB の色域を超えるんですよね一、うん、ありますわ。で印刷でひっくり返っちゃったりとかねなんかちょっとおかしなことになっちゃったりするんですよ。SRGB でもう見てるとねだからこそアドビのモニターでしっかりこうね色域のそのまあ籠の中でのこうあちゃんとこう入ってるなってことを確認したうん、でプリンター最後出力するというね。 うん、うあるからね本当やる、そうするべきなんでしょうね、プリントを考えるとね、そうですね、アドあとは r い b だから最後に、うんあの、龍之介さんの場合は、うんえと、ステライメージから、ステライメージってのは、あれ、数字しか扱ってないから、うん、もう、馬鹿正直な数字がこう最後、アウトプットされるでしょ。うんうんうん 16ビット TIFF に書き出して最初に一発目 Photoshop でそれを開く時に聞いてくるじゃないですかその時にプロファイルねプロファイルで AdobeRGB に指定するわけですよそこからはずっと LAB 行ったり来たりしても AdobeRGB っていうのを貫いて一処理1234ってこうねやっていって最後完成した時に結合してウェブにアップするときにカラーの変換 してじゃなくて変換の SRGB なり、それにモドキじゃないけどんか似たようなに変換する。それでいいんですかディスプレイはモードは AdobeRGB ってことですよね。そうそうそう、a d o b r g b モード。作業を一貫して AdobeRGB でやりたいっていうのが根底にあるんですもんね。変換したときに変わっちゃわないですか SRGB RGB Adobe だからで モードで進めてその交際部分交際部分のスバルのエメラルドのんか領域があったとするでしょそれをずっと保持しながら処理してましたとその一部分の交際部分が sRGB に変換した時に丸まったりとかブツッと切れたりとかそれはレンダリングインテントって言って変換する時の方式相対的な色気を保持とかね視覚的とかそういうモードがあるんですよ その時の、そういう、ね、ここのところちょっと余っちゃってね、SRGB 超えちゃうけど、どうしますかって聞いてくるそれはもう相対的にやってくださいとか、写真的にこう丸めてくださいとか、うん、そうそれやれば、もうウェブでは別に問題ないんですよ。うん、あそうなんですね、うん。そういう、もう要するに割り切りのもとで、そうそう。やる方うが、総合的なにいいのかそうそうそううん。 そうやってやってみようかなじゃあウェブがあるからどうしてもねアトビア RGB でねうんそれはねやらなかったんですよずっとアトビア RGB モードでキャリブレーションか分かんないけどプロファイル作ってそれでウェブをねインターネットエクスプローラーか分かんないけど見た時におかしく見えるっていうね症状を昔 TVX さんが言ってたねああいうので言うんだったら確かに SRGB モード切り替えたりとかやるのもうっとしいからっていうのはあったけど うん、今はどうなんですかねまあ今は大丈夫じゃないですか多分 IE とかも、ね、でしょインターネットククとか、うん、例えも。でも色はこあれですよね。うん、あの再度変わっちゃいますよね。変わるのそんなか,かなりと思いますよ。のあの私アート PRGB で作業してないですけども、えええっと例えばその、えー、そうだなよっちゃの三つ星の写真とかをダウンロードして開いても。ええうん 今でも、SRGB の色域指定外の表示、警告表示、つけるとね、あの、アルタニクの周りの、こう、青い部分とかが、色域外で結構広く出てくるんだけど、えっとね、僕はね、特殊なアップの仕方をしてるんですよ。あの、そうなんですか、あの、プロファイル、ICC プロファイルっていうのを、ウェブにアップするときは埋め込んでないんですよ。埋め込んでないんですか。 ええー、そ,その心は、ね、あのね SRGB にすると赤系はな、まあ、しっかりこう赤が出たりするんだけどだけどね結構ねあの変に高サイドに化けてしまう嫌いがあるんですよそうんウェブブラウザによってはね。よってねそれ,<ー>それ今はどうなのかなそういうのがね。 どうなんだろうだけどね、僕は分かんない、ちょっと分かんないけど、逆にね、僕はやってないけど、赤い、例えばバーナード・ループなり、バトーセウンなり、赤主体のものを強烈に出していくときは、SRGB を埋め込んでおいて、でアップするというのも、一つの手かもしれない。うん 僕のやり方だと SRGB というのはちょっと色分けするからそれは嫌ってモニタープロファイル僕は Adobe じゃなくて SRGB 準拠のモニター使ってますだから SRG モニターねモニターねだからキャリブレーションした時に SRGB のプロファイルが出来上がるわけですけどそのハードウェアキャリブレーションでカーブ的にはまっすぐのね 変な補正とか解凍落ちのない SRGB 準拠のプロファイルを最後、フォトショップで変換かけてやるんですよ。自分の作ったその今見てるプロファイルね、モニタープロファイルね。うん、ややこしいけど変換かけるんですよ。うん、そうすると SRGB の,の変なカーブの補正とかがない SRGB になるんですね、うん。それは僕らが言う SRGB なんか10なんか数字があるでしょ。うん、あれとはちょっと違う。 あのまあ、ウェブに掲載した時に色の変なあのサイドアップとかが起こりにくい SRGB なんですよ。自分のモニタープロファイルに変変換換して一旦変換するんですよ、うん、で裏技的なんだけど、うん、一旦自分のモニタープロファイルに変換した後でそれを保存する時にプロファイルの 埋め込みっていうのをチェックう外して一回教えてもらったことありましたよね。あれね僕が別に発掘したわけじゃなくてねどっかにんか書いてあったんですよゲの。そうすると色の見え方が何で見ても一致するよっていうね。それってあれだよね例えばその Facebook にアップする時って Facebook 側がアップロードされた画像に対してプロファイル埋め込むのかな SRGB のプロファイル埋め込まれてませんなんかフェイスブックはそんなこと書いてましたね、SRGB 変換しますって書いてた、ややこしいんだよな、あるあるでまたねリサイズとか変なそういうプロファイル埋め込んだりとか、普通ブログとか Yahoo! ブーグでもそういうことしてないんですよ。 まあ、一時ほら、ヤフーブログの圧縮っていうのがあったけど、例えば570キロバイトのやつをアップしたら、ヤフーブログは今は多分五570キロバイトのまま、ちゃんとアップされると思うんですよ。2メガまで大丈夫に戻したんだったかな戻したとか、多分アップした、もともと1メガだったんじゃないかな。あそうか、1メガだったのかなって。2メガでアップしたものが、ちゃんと二メガ、ダウンロードしても2メガってこと なってるはずですいよねむしろ心よりもいいわけあ表示領域狭いけどねサイズがねまあそれはあるけどねでフェイスブックっていうのはそのまんまの素材をアップするんじゃなしに管理上の問題かわかんないけどリサイズするし変な縮小でんか改造感なくなったりとかやっぱきついのは圧縮ですよね うんまあ j p 失われちゃうんそうそうそううんんか変なふうなざらついた感じん。あそこでんかねある程度いい塩梅に見える状態があるとするじゃないですかそれをね例えばフリッカーとかに持ってってあげるとねむちゃくちゃになりますねんかああめちゃくちゃあの潰れたような要するに全然違うんですよね表示のされ方がフェイスブックでうまく見えるものをねブログとかにあげると多分結構ね ひどくなななるんじゃいかだからもうあれでしょそこまではいかないけどいかシャープアンシャープのかかり方がんかね過剰にかかったりとかねか分かんないけどそんな感じになっちゃうかフェイスブック上専用のんかこう本当はねやるべきでしょうねんていうか変換なりシャープのかけ方なりなるほどねうん

ですみたいなところねだってさ天才のね一番上のの細長いやつあれにしてもさものすごいあれあれとりわけ圧縮されてますよね特に圧縮されてるんですよ全然違うからもうカバーは特に何かサイズ制限が厳しいらしいですカバーはね制約が厳しいんですよねあれだけしかもスマホで見るとさ 下の方が線形グラデ見みたいにこうグラデーションしてるんですよねあれもね気に入らないんですよねもうちょっとねなんとかしてほしいですねフェイスブックフェイスブックさんにはその写真に対して写真に対してね変にグラデーションつけるねこっちはもう意図してそういう作り込んでそれをアップしようとしたのにさ二次加工ししてくないよねそううん せめてそのね容量1メガまでだよとかね何かこう決めてくれればもう 997K とか何かこうね,ねギリギリのところ作り込むじゃないですかだけどちっちゃかろうが大きかろうがもう必ず一応に圧縮されてなると <laughs>、うん、もう読めないもん読めないですよねうん、うん、そうそうやり方があるのかもしれないけどどうしても分かんないですねいろいろこう、うん、いろんな情報が錯綜してるし、うん、ググってもね、うん 仕様が途中で変わったりもしてるんだろうしきっとまあそこはょっとしょうがないのかなちょっと待つしかないのかなそこはねだと思いますわ外部リンク貼るのがいいんでしょうねやっぱりその記事一番とっておきというかねんかこうすみたいな正しい画像はこっちですみたいなそう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 だと思いますわまあまあそういうのサってーでもやっぱフェイスブック コミュニケーションを取るという機能がそれを上回るほどのねやっぱりこう有効性があるからねそうですそうですそうですねだからこそあそこに作ってるわけでねそうそうたとえ二次加工を自動的にやられちゃってもダウンロードしてヒストグラム見たりそれはできますからうん LAB ね変換してみたりはすごい有意義ですねあほんにあのこだわる一部の人ですね そうですね。まあ普通に見ればにはまあ全然大丈です。L A B は大事ですよ。大事ですね。ちょっと勉強したいなと思う。だいたいみんなもう R G B のない感覚っていうのは、まあそこそここうね馴染んできてるんだけども、L A B に分解した時にどういう風になってんのかっていうね、そこはねやっぱやなかなかこうイメージ湧かない部分じゃないかなそうですね。よっちゃん本当偉いなと思うんですよね。 ずっと同じことそれをね言い続けてるじゃないですか何年もそうですかいやそれでね言っても結局ほら聞いてくれない人が多いわけじゃないですかねまた言うよねでもねそれでもまた言うじゃない偉いなと思うほんといつあそうですか聞いてくれないんじゃなくて理解できないんだまあそうそうまあそれも含めてねそれもそうだけどね 言い続けるのがね、偉いなと思ってます同じこと言ってるわ、みんな。のほら、夕日の理論もそうだし、雑巾理論もそうだけど、まあ、言ってみたらずっと一緒のことを言い続けてるんですよね。この何でもね。かもしれないな。 宣教師とか向いてるんじゃないですか、ね <laughs> 教師。うん、そうですね。広めていかなくちゃいけないですね。それがね、名芸像にずっと言い続けてるのがもうこんな言い方するとあれだけどね。<ー>すごいなと思う。いや、まあ、今こうやってトークでね、簡単にこう言えるからいいですよ。<laughs> まあ毎回書いてたらも、もう,う、毎回書いてる。ですか <laughs> 最近はもう、本当ね、文章書くっていうのをやめましたんで。 うん、文章はもう大体ね <laughs> ほら5年ぐらいブログやってきて、まあ、大体ほらね、うん、自分の伝えたいこと、うん、時間かければもういい感じで書けるようになってきたんですよ文章力っていうんですかい,いやすごいね大体、まあ、まあ人並みにはねだけどやっぱほらせっかく日々何かこう発信してんだったらもうカタカタ打ってね、うんうん、でキーボード打ってで表現するって以外にも何かこう磨けたら今後の人生にも役立つじゃないですか。 例えばこう1年間ねだしさん僕龍之介さんずっとこう喋ってたらね何かしらなんかこうやっぱつきますよで聞くわけじゃないですかそんな機会なかなかないですよ喋るし聞くしそうそうだからねまあ同じこと言ったりもするけどねうんそう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 そすそう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 う 一節をずっとね何年も何もずっと言い続けてるような感じですもんね迷える子羊に素晴らしいですねもうだいぶ喋りましたよすごい2時間半近く喋ってますねこのまんまアップしても誰も聞かないでしょうねこんな大事な話を意外とでもね聞いてる方がいるんですよこれが飛ばさないで聞くのかな 全部聞きましたみたいなね、コメントをくれることもよくあるんだよね。ああ、そうですか。じゃ、あこれ最後まで聞いた人、なんかプレゼントでもしますか。なんか、番号いってさ。あの、キーワード。言って途中に、はよくありますよね。ああ。C. M. 入る。なるほどね。なんか、キーワード言って、全部書いて送ったら、こうみたいな。それ、いいかもしれない。うん。はい。 今日はまたこれ濃い話しましたねはいまあ新年早々になっちゃうけどねうん新年早々なっちゃうけどね相当マニアックな話で始まりましたロングトークはこんな感じでわって行ったり来たりというかいろんな方向性行ったりしますよねうんまあテーマ絞るとね聞きやすいのかなと思いますねああそうですね そうトーンカーブだけとかねトーンカーブで3時間しゃべるっていやどうなんだろうねでもレベル補正でしょさんとかなりしゃべったことあるけどねあああああ確かにねそうそうそうレベル補正はね一回このんだろうなかなりの上級者の方で話してほしいと思いますねあそうですかそうしょさんのねそうあの人とちょっと俺笑ってたから意見がうん かれたんです長いこと喋ってましたよね、あれもね。中間スライダーをあの人は使わない、僕は使うって。それをずっとね、平行線のまま喋ってるんですけど、ずっとしってて、僕はちょうど遠征行ってる時にね、それを聞いてたんですよ、車内で。 わけわかんなくなって、事故りそうなんですね。あれか運転中聞いちゃだめですからなんかね、すごい考えるじゃないですか、頭。そしなんかこうね。頭整理しながらこうでもない、こうでもないとかってやりながらこう運転したら、頭の中のヒストグラムとか、山がね、出てきてる状態で運転してるから、い危ない。 なるほど。寝る前がいいですからね。寝る前だったらまあ、うん気持ちよく。いや、どうどうだろう。分かんない人は、もうそのままこう安眠できるし。うん。うん。まあ、こんな感じ今年も。そうですね、まあ、お笑い尽きない中、こうちょっとずつね、うん。まあ、あの、遠く、まあ、ただしさなんかね。 特に、まあ、うん、今後、トーク技術を磨きつつですね。どんどん。そうそう、磨かなきゃ。うまいですよ。うまいけどね、完成するけどね。うん。本当にね。うん、そうそう。うん。そう。皆さんね。なんでも鍛錬ですね。うん。そうですね。まあ、まずは、また、明日ね。え、ださん、まあ、ご自分の声を。うん。聞いて、そこで思うこと。うん。次につなげてください。 もう今プリセットであのミキサーのやつは TFIX ていう名前でつけたから、うん、そうかもうこれは二度と使わないぞみたいな <laughs> TFIX3 ボイスで行くときはこれ使いますよ本当に柔らかく行きたいときね、うん、柔らかく行きたいときわかりました <laughs>、はい、じゃあ,まあ今日はこんなところにしていきましょうかねはい、はい それじゃあ、まあ、あのー、まあ、元旦ということでね、えー、ま、本年度もね、はい、どうぞいろいろとやると思いますけども、よろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあ、ね、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあ、えー、本日は以上となります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。はい。はい。